ご覧の皆様、こんばんは。大日本プロレス、作田敏行でございます。本日は、こちら大日本プロレス中継の、コメンテーターをさせていただきます。よろしくお願いします。パチパチパチ。はい。本来なら、ニコプロの試合中継には、鈴木さんが、鈴木千さんが、普段はいらっしゃるんですけども、本日は、不在ということで、なんと、僕初めてゲストとして登場したんですけど、なんといきなり一人での担当という、かなりね、ちょっと大役かな、もうね、はい、任されたんですけども、はい、ちょっと今日一人なのでね、普段僕大日本プロレスのニコニコ動画チャンネル、大日報道などに、出たりとかしてるんですけども、今日はゲストということで、他のよそのチャンネルでこうね、単独で放送するっていうのは本当に初めてなので、ちょっと緊張しているんですけどもね、皆さんコメントをして、ね、なんか僕の会話の種を、いただければと思いますし、本日はカメラの方もちょっとね、会話入ってきていただけるっぽいので、よろしくお願いします。なんとなくね、ゆるーく、あんまりね、こう期待、ね、ハードルを上げないでいただいて、所詮僕はね、プロレスラーですから、プロレスラーの中でもあんまりね、額がない方かな、あんまりないんでね、もう本当に三流大学出てるんで、大してボキャブラリーもないので、あんまり面白いことは言えませんが、ゆるーく楽しんでていただければなと思います。で、どうしましょう、これはもう V 振りは大丈夫ですか。そうですね、じゃあ今回の大会の見どころっていうか、大会のこと、じゃあ 1.5 の大会がどのような大会だったか、わかりました。本日放送するのが、1.4 新木場大会。大日本プロレスの 1.4 はね、もう結構定着してるかなっていう、大日本の 1.4 を見て、で、水道橋に移動して、新日本さんを見るみたいな、結構そういうね、その日、1.4 はそういう風なのがプロレスファンの中でこうルーティンになってるかなとね、思ってるんですけども。こちらの大会は、今年の目玉はですね、まずはやっぱこうファイトクラブプロ参戦がやっぱこう目玉だったんじゃないでしょうか。ファイトクラブプロの選手がデスマッチファイター3人が参戦して、セミファイナルじゃないか。あとメインイベントも、僕出るんですが、メインか。あれ？僕メインだ。メインですよね。そう、僕メインで、出るんですけど、そちらの、日本対イギリス、大和魂と、イギリスの紳士のデスマッチが見れると思いますんで、そういう感じで、そろそろね、映像の方行っていこうかなと思うんですけども、大丈夫そうですか。あと休憩時間中には、調印式だったりとか、そうですね、明日明後日の後楽園に向けての動きもありますので、そちらの方もぜひとも見逃しなくということで、そうですね、じゃあ、ホールの煽りなら、調印式などもありますんで、それも含めて皆さん、注目して見ていただければと思います。じゃあ VTR いいですか。いきます。では 1.4、大日本プロレス新競馬大会 VTR スタート。VTR 始まって、こちらはまだオープニングは始まりまっちゃ始まってないですかね。押し売り、試合開始前の押し売りと、小林選手のファンクラブ撮影会の前日が始まりました。始まらない、あと2分くらいいいかな、大丈夫、この前にご挨拶させてください。弊社社長、登坂英二からのご挨拶があります。新年明けましておめでとうございます。大日本プロレス登坂英二です。今年よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとう、優しい、みんな優しいね、俺のこと知っててくれてるんだね、ありがとう。なんか知っててくれてるんだねって言いますけど、大体は新年、大体大日本プロレスのファンの方はね、普通に知ってると思いますよね、おそらく社長のことは。そうですね、後楽園ホール大会もありましたからね。いつも、先に耳障りなことだけお伝えしておきます。今日もですね、ニコニコプロレスチャンネルさんの方で大会の中継、録画中継をしていただいております。ですので、動画撮影ご遠慮いただいております。
携帯電話、スマートフォン含むすべての動画ですね、ちょうど後ろにご覧いただいております。私が映ってますね。静止画に関しましては、どんどん撮っていただいて構いません。はい、SNS 等もですね、どんどん発信していただいて結構でございますので、その代わりですね、感染中の、アラームですとかマナーモードの方ご協力いただければと思います。マナーモードにしていただきまして、写真撮影などしていただければと思います。メインイベントなので、やっぱ前半戦のセコンドに付くってことはやっぱあるんですけど、ツアーの際、ロビーに出ていただく、まあ、こういう時はね、試合のこと、試合もあるんですけど、こうセコンドも前半だけ使わなきゃっていうのがあるんで、ちょっと忙しい、ね、意外にこうメインの時はこう忙しかったりするんですよね。あとは何を伝えればいいのかな、しんどさん何かあと伝えることありましたか。あ、この日なんかね、しんどさんがなんかこう、はい、ちょっと抜けてたのか、なんかしんどさんと社長の間でちょっと一悶着というか、はい、のエリアがぎゅうぎゅうだから気をつけろ、ちょいとね顔笑ってるんだけどちょっとトーンが怖いっていう、なんか部屋があるだろう、それは少し、うん、それは予想以上に売ってしまったので、なんかチケットみたいに言うてね、確かこの日はですね、確か会見が休憩の時あるんですけど、それ会見があるってことを新藤さんは忘れてたらしくて、はい、当日の結構もう社長が来るちょい前ぐらいに、あ、会見あったっていうなんか気づいたらしくて、みんなで楽しくテーマにしております。あの怪我や事故もないようにということです。今日はあと最前列のお客様も少し距離が近いのでね、6月の際にはですね、それで社長もちょっとね、それでいろいろちょっと一悶着があったらしいですね、はい、あ、で僕は怒られたりとかないんで多分大丈夫です、はい、多分大丈夫。今さくらのいいところなんだから邪魔させないよ。あ、僕はなんか、ね、社長が僕になんか話振ったと思ったら急にしんどさんが、まあね、喋り出すという、はい、しんどさんなんか僕のこと嫌いなのかな、ちょっと嫌われてるのかもしれないですね、はい、調印式というか、意気込み大変。調印式というか、意気込み。試合開始前に、ね、盛り上げるため出てるのに、お前が盛り下げてどうすんだ、この野郎。お知らせでした。あ、ちょっと、ちょっとこの日はなんかね、人のボールちょっと怖いですね、なんか。あ、ありがとうございます。まあ、休憩時間後かな、明け。聞いてんのか、この野郎。休憩ですね、しんどさん。終わった。明け手前ぐらいです。開けてくれ、はい、まあ、実は開けられないですね、はい、ちょっと時間経っちゃったな、ごめんね、伝えたいこといっぱいあるけども、まあでもまずはここ見て楽しんでもらえたら一番だと思います。楽しめますかね、この状態でっていう、素晴らしいプロレス、まあ、そして素晴らしい皆様の、我々はちょっとビリビリしましたが、今日選手スタッフ一同頑張って試合そして大会を行いますので、まずは皆さんあったかい拍手いただけますか。お、パチパチパチ。最近見たか分かってきたね、だいたい登坂は3回ぐらい拍手を要求するっていうのが、最初ちょっと手抜いたんじゃないか今。じゃあみんなの熱い拍手と声いただけますでしょうか。熱い拍手と声いただけますでしょうか。もう一度行きましょう。熱い拍手と声いただけますでしょうか。本当にお客さんいっぱい入ってますね。大会スタートです。デスマッチ TV です。オープニングマッチ15分一本勝負を行います。オープニングマッチ始まりましたね。はい、軽快なテーマになりまして、はい、今日の明選手ですね。こちら愛媛県出身の、23歳、デビュー1年足らずにしてもうこの体、本当に重量感たっぷりのね、もう完全にヘビー級の体格でございます。まあ、確かに公式体重が何キロかは分かんないですけど、多分もう110キロいってるかな、110手前はいってるんじゃないですかね。もう完全なヘビー級レスラーですね。後から出てきたのが、加藤拓夫、こちら北海道出身の、21歳、兵道よりはね、先輩ではあるんですけども、まあ年齢的にはちょっと年下という。で、まあ、加藤選手も、まあ、パワーファイターを目指してて、もともと加藤がデビューした時点で体がでかくて、まあね、本当にでかい新人が入ってきたっていう感じだったんですけど、さらにでかい兵道が入ってきたという、
やっぱこう加藤と兵頭は本当に切磋琢磨して、まあ似たお互い似た者同士ですからね。今日本当にまあ今後大日本プロレスのストロングね、もうずっと続くと思いますけど、本当にライバルになる2人だなと思います。本当にお互いパワフルですからね。いやで兵頭はやっぱこうでかくて割とぷよっとはしてるんですけど、多分運動神経でいうと多分今の若手の中では一番じゃない、一番ですね、完全に。これはもう言い切れますね、一番。細い、多分ジュニアの、正直ジュニアの選手と比べても遜色ないぐらいの、まあ、運動神経ありますね、兵頭は。まあ、逆に今はこうパワーヒーターとして、まあ、やっていくんで、まあ逆にそれ辺を抑えてる部分はあるかもしれないんですけど、本当に運動神経すごいです。バク転とか普通にこの体でできるんですよね、実は。はい、まあね、対する加藤もまあね、まあ、パワーファイトっていう意味では本当にお互い負けきれない、負けれないっていう。兵頭は割とこうぷよ、まあ、昔ながらのレスラーって感じで、あんこ型みたいな。加藤はちょっとシェイプ、割と比較的シェイプされてて、まあちょっとうっすら腹筋が出てるような、なんか同じ、まあお互いでかいですけど、まあなんて言うんだろう、割とグッドシェイプな加藤に対して本当にあんこ型の兵頭みたいな。さあ今ストンピング、兵頭のこのハンマーもね、本当に迫力があるんですよ。お、テルプが出た。加藤拓夫対兵頭明。あ、兵頭の胴、僕も最初富士だと思ったんですけど、頭だったんですね。僕も最初間違えてて。あ、そうそう。あ、でもやっぱ動きのキレっていう面では加藤の方が全然ありますね、正直。その運動神経とはまた別の部分で、やっぱ運動神経がいいから、じゃあ技のキレがあるとか、とはまた別なので、はい。もっさり、どちらかというと、兵頭は若干もっさり気味というか、うん。加藤の方が打撃とかもシャープな感じがしますね。一撃の重さの兵頭、まあ、打撃の、まあ、キレの加藤という形ですとかね。まあ、お互いね、荒削り、まあ、荒削りっていう、まあ、言い方でもできるんでしょうけど、やっぱ本当にパワーファイト。加藤は、加藤はね、本当に表情がすごいなと思って、まあ、1年経ったかな。まあ割と1年ちょいぐらいのキャリアなんですけど、お客さんにこう訴えかける表情だとか表現力とか、なんか結構、ただその辺は抜きん出てるタイプなんだろうなと思いますね。多分ですけど、系統的には植木さんに近いんじゃないかと思うんですよね。はい。植木さんがちょっとはっちゃけ要素を少し抑えつつ、フィジカル面を強化したみたいな。若手の頃の植木さん覚えてる方いらっしゃるか分かんないですけど、まあ、植木さんからネタ要素なんだろう、まあ、植木さんの表現力の、まあ、抜きんでた部分を引き、まあそういう部分もありつつ、まあ、フィジカルもしっかりしてるっていう感じ。この辺のザ・若手って感じの攻防ですね。もう必要に後輩相手に抑えに行くという、まあ、これはね、まあもうありふれた攻防かもしれないですけど、やっぱきついですよね。返したと思われたらカバーに来られて、返したと思ったらカバーに来られて、まあ、僕も新人とやるときは割とこういう、まあ、嫌がらせというか、やっぱ嫌な、やられて嫌だと思うんで、結構やりますね、新人相手には特に。植木さんはね、そう、練習生からおかしかったらしいですね。僕はまあデビューしてから、まああったというか、まあその後に僕入門してるので。なので植木さんのエキシビション見てたんですよね。確かどこだったかな。大分大会で僕学生の時に植木さんのエキシを見て、なんか練習生なのに全身ラッシュガードでエキシをするという謎の、なんだこの人はと思って、
を見た記憶があって、でいざデビュー戦ので、デビュー戦 もう九州だったんで、それも見て、あ、すげえ胸毛が生えてると思って、あ、だからかって、逆にあの胸毛をこうお客さんにサプライズで、まあ、出したかったんでしょうね、はい、あ、そう、フリーダーズの平田選手ね、なんか僕も思ったんですよね、なんかタイプ的に、特に兵道とか体型的に近いなと思って、なんかね、まあまあ別に、まあ、僕はフリーダムズにはまあ喧嘩売ってるんで、別に他の若手が成長するとかその辺はどうでもいいんですけども、はい、まあまあ結構ね、兵道と平田選手はかなり手が合うんじゃないかなって気がします。さあ、なんだかんだで試合に触れないっていうね、そこはまあ第一報道でも割と、まあ割とそうなんですけど、割とその選手がこう中継のコメンテーターするとね、あ、そのバックリップもすごいんですよ、迫力がある、まあ、脱線しがちですね。でもまあこの話脱線するっていうのはうちの、ね、弊社社長ももうまさにそうですから、はい、まあ、サムライ TV さんの、大日本プロレス中継見たことある方はご存知だと思いますけど、割と須山さんと、でもまあうちの社長は割と脱線しがちですね、試合中。僕もまあサムライオンデマンドで中継拝見させていただくんですけども、まあ、割とテンションが上がってない時は関係ない特撮とかアニメの話に脱線しがちですね、はい、僕の試合とかもたまにこの、まあ、普通に真剣に実況してるんですけど、たまに僕の出てるところで脱線して関係ない話をされるとちょっとへこむっていう、なんだ興味ないのかよ、試合見ろと思うんですけどね、はい、そうそう、まあそんな感じでね、まあ、もしこの放送をもし兵道とか加藤が見せたら、作田試合のことを触れろよみたいな思うんでしょうかね、ちょっとちゃんと、あーっとこのショルダースルーがすごい、こういうのが見たかったんですよ、そうそう、ザ若手、いや第一試合といえばもうショルダースルーですから、はい、基本技にして最も難易度の高い受け身が必要で、最もダメージを与えることのできる究極の技でございます。ショルダースルーからの逆エビ固めっていうのはね、本当に、まあ、小林さんが一時期それフィニッシュにしてたことがありましたからね、本当に強力な、あー、タップ、いや、これはもう決まりですよ。8分0秒、しっかり腰も落としてるし、背筋力すごいですよ、まあ、こう足を抱えて、まあ、後ろに倒れるわけですから、まあここ背筋力、まあ、後背筋だったり、まあ、脊柱起立筋などがやっぱこう強い選手は本当に強力だと思うんで、まあ、そう地味にセコンドにいた、それです。加藤はね、やっぱ岡林さんに憧れてる、やっぱパンフにもネクストポセイドンっていう、でそういうニックネームがあるぐらいなんで、まあ、岡林さんに憧れて入ったんで、本当にデッドリフト毎日は違うかな、でも本当にデッドリフトをすごいやり込んでて、まあ200はまあまあ200は普通か、まあ、300、ね、目指せ300ぐらいな、本当にデッドリフト大好き若手みたいな感じですから。でこの試合が第2試合、これナレーション僕の声もう止まってる状態ですよね、この時。あ、入ってます。僕が使えない。あ、なるほど。あ、じゃあ、まあ今は、あれですね。パリピだ、そうそう。やばい T シャツ屋さん、そうそう。やばい T シャツ屋さんの、なんだっけ。対局名忘れたんですけど、まあ大人の事情で、リングアナウンスが入ってない時は止めるっていう。まあ、うちの大浄土でもそうなんですけど。ヤバティですね。オリジナルだったり、はい、許可を得てる曲じゃないと思います。そうなんですよ。でね、や、配当早く曲変えてって言ってるんですけどね。僕も第一報道を担当してるんで、ちょっともうその時止めたりするからめんどくさいって変えてくれって言ってるんですけど、ね、ここに変えてくれない。まあそんなことはどうでもいいとして。お、ここからはそれ、グッドセブン、マッチョさんに入ってきました。
こちら北海道出身、デスマッチ志望の若手石川、大日本プロレスジュニアの期待 の星青木創生、青木優也、こちらが大日本プロレスのジュニアのベルトを持っている、橋本選手でございます。で先ほどの、試合と打って変わってこちら、ジュニアの6人タッグマッチですね。まあ、大日本プロレスの、まあ、ジュニア戦線、まあ、ジュニアのベルトができても1年以上経ちますけど、こうジュニアの、まあ、ジュニアの枠というかジュニアのカードっていうのも随分もう定着してきたなっていう、まあ、そういうね印象があります。本当に、まあ、ジュニアのメンバーだけの3人。さあ誰が出るんだろう。先発はお青木かな。忍選手、忍選手はもうジュニアの前、初代チャンピオンですからね。まあ、トリプルシックス所属なんですけども、本当に大日本プロレスのジュニアもベルトできて引っ張ってたのは本当に忍選手だなと思いますし、まあ、正直やっぱこう大日本の中、大日本に出てる選手の中で本当に一番ジュニアらしい、ジュニアヘビーの選手というか、まあ、佐久田さんジュニアのベルトを狙わない、まあ、狙いたいけども今はデスマッチ、まあ、ジュニアヘビーのトーナメント出たけども、まずはデスマッチ取ってから2冠を。でもそれはね、でもジュニアのベルト挑戦するみたいなのは長いスパンで考えたら結構頭にはありますよ、はい、僕の中で。まあ、でも今はでも近い今のここ2、3年の中ではちょっとまだ、僕の中ではイメージはないんですけど、本当に長いスパンで考えたらジュニアに絡むことも絡みたいなっていうのはあります。こちら、チャンピオン橋本選手、吉野選手との戦い、まあ、この2人は世代、まあ、同期ですし、まあ、大日本所属ジュニアで、まあ、トップ2大巨頭って言ってもいい2人だと思うんで、ね、吉野選手、まあ、結婚発表がありましたが、まあ、ベルトね狙ってるんで、まあかね、家庭ではこうパートナーをゲットしてで、まあ、このベルトも、ね、狙いたいところだと思いますが、今度はタッチして石川選手、まあ、彼はねやっぱこうジュニアのこうカードに組み込まれてる、こう、まあ、若手同士でやらずにこうジュニアでやってるってことはやっぱ本当にある意味こうやっぱ一つ抜きん出てるっていう言えるんじゃないでしょうかね、この若手の中でもある、はい。まあこうジュニアの、まあ、体制的にもジュニアなんでこうジュニアの選手とまあ、戦ってはいるんですけど、まあ、デスマッチ志望です、はい。まあね、もちろんジュニアの、ね、戦いももちろん、まあ、積極的に挑んでいってほしいんですけども、まあ、ゆくゆくはね僕も、彼とデスマッチ、彼はねやっぱこうなんだろう、今までの大日本所属のデスマッチの、まあ、3人かな、若手だと3人、若手っていうか、まあ、まあ所属選手いる何人かいますけど逆にいないタイプだなと思って、まあ、顔もね今風のイケメンだし草薙剛っぽいしでシュッとしてて 体型も色気がある、なんかね、まあ、悔しいけど本当に大日本プロレスのゆくゆくはジュニア間違えたデスマッチのなんだろう、なんか中心というかなんかエース、勝てなんだろう、デスマッチのアイコンみたいな人になり得るタイプなんじゃないかなと思いますね、はい。もちろんそれは自分も目指すはするんですけど、やっぱこう中肉中背っていうか、極端に僕みたいに小さいわけでもないし、で高橋さんみたいなあんこ型でもないし、まあ、植木さんみたいなものすごい濃さがあるってわけでもないんですけど、逆にやっぱエースになるようなタイプって、まあ、そういう人がなんだろう、まあ、主人公っていうか、一言分かりやすく言えばなんか漫画の主人公にいそうな、なんかもう中肉中背の割と男前のやつみたいな、あこれきついんですよ、私の同期オレンジゴリラ石油だこと、このねフットスタンプはかなりきついですね。こうスワンダイブで開脚しながら越えるって、まあやっぱ彼の運動神経だからできる技なんですけど、これがね急に背中側に来るんでかなりきつい。佐久
クザ選手の回数ラジオっぽくて聞きやすいです。ありがとうございます。もう僕ラジオね好きなんで、まあよく聞くのが、最近はちょっとね、あんまり起きれなくて聞いてないですけど、月曜ジャンクとか、まあ伊集院光の深夜のバカ力とか、まあ、あと、まあ、他の、まあ、火曜日の方も、火曜日とか水曜日も聞いてたかな。まあ、爆笑問題とか、あと、まあ、ね、DDT さんでよくゲストとかに出てる山崎さん。あ、山里さんだ。間違えた。山里さんの、まあ、結構ジャンクですね。結構ジャンク聞いてますね。割と。はい。オールナイトに、もう AM です。AM 派です。さあ、また脱線してしまいましたが、今度は、今度っていうか、まあ、石川がずっと捕まってる展開かな。そうそう、AM 派なんですよ、私は。やっぱなんかね、FM 派、まあ FM、まあ正直もうラジオ自体がやっぱどうしても今の若者あんまり聞いてないですけど、なんか FM ってなんかクラスの中心みたいな、そういう人のイメージっていうか、なんか学祭とかで割と中心に立っちゃうような人間が出てたり聞いてるイメージで、AM はやっぱ陰キャなイメージなんですよね、僕の中で。だから僕は本当に、もう陰キャですから、完全に。はい。なんか、伊集院さんのラジオもそうですけど、まあそういう、そうそう、ノリがね、違う。ああ、言ってる間に、石川が。いや、ついついね、こう、ニコニコチャンネル、まあ、ニコ動でね、こう出ちゃうと、脱線して自分の話をしたくなっちゃうんですけども。全然大丈夫です。ありがとうございます。そうそう、陽キャは FM、 陰キャは AM。 僕割とゲスト、例えばゲストとかが、ゲストの方がゲストかな、2人とか3人の大乗道とかでも、2人とか3人ってあんまり喋れないですよね、僕。逆になんかこの人あ喋るかな、あどうぞどうぞみたいな感じで喋っちゃうんですけど、逆にこう1人で喋る番組だと割と喋れますね。なんか1人で喋ってるトーンって、会話が苦手なんですよ、会話が苦手。会話が苦手だから、こう一人でぺちゃくちゃ喋って、まあ、僕今結婚して家二人なんで あんまないんですけど、一人暮らししてる時はなんかテレビ見ながら独り言とかね、割と、するタイプでした。いや、独演会はね多分向いてないと思います。目の前にお客さんがいるんで、はい、なんか人対人みたいな、対人で会話するのがあんまり苦手、得意じゃない。そう、独り言風に。だから後で配信しますとか、目の前にいなきゃ結構喋れるみたいな。はい、そうそう、会話苦手、陰キャなんで。陰キャ、やべえ、全然会話触れてなかった、視野触れてなかったけど、オレンジゴリラが出てきた。で、この2人は違うかな。でも関札は完全にもう FM ですね。陽キャですよ。あ、すげえ、バク転とかしちゃうんだよ。バク転とかして、女子にかっこいいとか言われてるタイプなんですよ。ムカつくわ。顔がそんな感じですもん。ただ僕中学生の時点でバク転とかできたんですよ。普通にバク転とかできたのにモテない。もうバク転できてモテないって、もう相当モテないですよ、本当に。生粋の陰キャなんだよ、私は。はい、あ、出てきた、デスマッチハイター。未来のデスマッチハイター。まあね、まあこう彼は今デジマネージュニアでやってるけど、やっぱデスマッチに行こう、まあ早くデスマッチに行きたいって感じだと思います。まあ僕が逆にそうだったように、僕はまあデスマッチやる前はジュニアっていうカテゴリーもなくて、まあジュニアっていうよりはストロング枠に、あとバラモンさん枠ってのがなんかあって、そこで SOS さんとか、まあバラモンさんたちとこういうルチャな試合を やってたんですけど、まあまあそれが結構ね、うん、まあ生きて、今でも生きてますね。逆に今こうジュニアっていうカテゴリーになって、うん、おお、ジャーマン、テイクのジャーマンからのこの愛のない PK。ミサイル、お、若手感のある、はい、元気なミサイルキック。あ、こう勝ってほしい。いやね、やっぱ石川には一刻も早く実績を残してデスマッチに来てもらいたい。私的にはもう、まあ、会社がねどういう、まあ、風にね彼を
復讐していきたいとかは分かんないですけど、彼はねデスマッチに行くべきだ。こんなところでくすぶってる場合じゃない。いや、くすぶってるわけじゃないんですけど、まあ、もちろんこうジュニアでの戦いっていうのも彼は本当に素晴らしいですし、ね、他の、まあ、他のジュニアの選手がこう素晴らしいように、ああすごい綺麗なライオンスタイル、このエルボーとかもいいですよ、鋭くて、うん、返した。いやー本当頑張ってる。何すんのかな、オレンジスプラッシュ、確かオレンジスプラッシュみたいな名前だったと思うんですよね。確かあんまり僕も覚えてないけど、結構結構ギリギリやるカット来るかなと思ったら、あのギリギリ間に合わなかったですね。はい、今流れてるのはオリジナルですね。はい、オリジナル曲、関根田選手オリジナル曲、まあ今フロックスプラッシュで、まあ、勝利ですね。まあ、関根もこうやっぱアメリカ帰ってきて怪我して休む期間が多かったんですけど、やっぱこう着実にジュニアで実績を、まあ、なんか作ってってるなって感じはしますよね。まあね、まあ、同期なんで、まあやっぱね、まあ、頑張ってほしいなってありますけど、まあ、これは本当にジュニア的な方をね、スピーディーな方をあり、もう華麗な飛び技ありの、ジュニアヘビーな、まあ、間もなく無料視聴を、ね、終了させていただきますので、今会員じゃなく方でもまあ見られたんですけども、これからは、ニコニコプロレスチャンネルに入会していただければ、メインイベントまで、楽しめますんで、はい、まだ入ってない方、早く入ってください。早く早く間に合わないよ。はい、そうです、これは、オオカミかな、はい、確かこの曲は、まあ、お父さんの信也さんが一時期使ってたんでしたっけ、確か、はい、確かそれをオオカミの2人でシングルじゃなくて2人で入る時にこの曲で入場してきます。コンデンションかな、前田明風の方、こちら、なんだっけ、イノセントスパイスナイパーこと野村拓也選手、こちらは、三重県の闘牛上谷秀吉選手、はい、はい、海王2世、海王子下本大地選手、まあ、狼のねこうチーム最初はなんか、まあ、体型も全然違うし、まあ、割とこう寡黙な感じの上谷選手と割とこうなんだろう活発な感じの大地選手のちょっとなんかタイプ違うなと思ったんですけど、本当にまあタッグチームっぽくなってきたなというか、まあちょっと上から目線で言って申し訳ないですけど、まあ、客観的に、ね、僕はレスラーとして今見たっていうよりはもう単純にファン目線で見てる、本当にタッグチームっぽいなっていう、で川上選手、小林選手、で関本選手、いやこれは本当にもうストロング BJ の、トップ、本当にマッスルモンスター関本選手、今ね、第4のベルトを持ってるんですけど、ゼロワンさんのチャンピオンのベルトを持って2冠王っていうね、ごついクロちゃん、完全にそうなんですよ、クロちゃんですよ完全に。いや僕は前たまたまバスで、まあ、なんだっけ、モンスターハウスの最終回前ぐらいに、あクロちゃん面白いなと思って、まあまあ動画サイトでクロちゃん、まあアメーバ TV さんとかいろいろ見ててクロちゃんの動画を見てたんですよ。結構1時間ぐらいちょっとクロちゃん面白いなと思ってずっと見てて、でいざトイレ休憩っつって降りたんですよね。で降りてトイレ行ったら後ろからもう、あ後ろじゃない、前から岡林さんが出てきて、
若林さん来てすれ違ってもうめちゃくちゃ笑いそうに吹き出しそうになっちゃってもう1時間ずっとクロちゃんを見てってその後に岡林さんに会ったもんだからあれクロちゃんが来たと思うしか思えなくてもう本当にニヤニヤしてましたね、はい、いやあのタイミングでねちょっとすれ違うちょっとあのタイミングで出てくるのはちょっと避けてほしかったですね岡林さん、はい、僕の勝手ではありますが、はい、いやマジで笑いこらえるの大変でしたよ、はい、さあ先発が、ダイナプロレスのクロちゃんこと、岡林選手で三重の猛牛三谷秀吉選手この試合はね、またヘビー級のぶつかり合い特にこの組み合わせは本当にタックルの、ね、ぶつかり合いが、はい、楽しめると思いますので、まあ、体重、まあ、体の大きさでは岡林さんがまあまあ有利ではあるんでしょうけどタックルっていうことに関しては上谷選手は、まあ本当に自信がある技なんで、いやでも上谷さんはね本当にもう元から大きい方結構ね大きくなったって言われてはいたんですけど最近特に僧帽あたりが急にでかくなったなっていう、はい、あの僧帽とはまあ首の周りの筋肉なんですけど、はい、首周りの筋肉が急になんかでかくなったあれと思って、さあ今度はイノセントスナイパーノムタク、まあ、野村はね本当にもう、まあ、デビュー当初からね本当にスター性のある選手というか本当すごい、まあ、イケメンだし試合も面白いしで逆やっぱだからかといってまあお客さんに媚びないじゃないけどまあもうこう周りに媚びないというかなんかもう皆さんの可愛い野村可愛いもなんか偶なんか自然発生的な部分があるんで逆にそれに甘んじないみたいなちょっとある意味孤高なね群れないような感じがやっぱかっこいいなっていう後輩なんですけどやっぱもう単純にこうプロレスラーとして普通のかっこいいなと思いますねなんかこう優にこだわるというかやっぱこうストロングまあぶつかり合いとデスマッチがまあベースにある大日本プロレスの中でまあサブミッションとキックでまあこういうスタイルを貫いてるっていうのもまあかっこいいですしねやっぱそれはもうねいやそれはもう皆さん好きになりますよはいまあねやっぱどうしても今こう若手っていうカテゴリーから今は外れてまあ中堅っていうポジションになりつつあって多分お客さんも多分野村を応援しようっていう空気がやっぱちょっとどうしても薄くなったと思うんですよね今やっぱ野村がその若手の頃はやっぱこう、まあ、みんなが野村を若手だから応援しようって空気の中でああいう試合をするから、まあ、会場もこう盛り上がってるっていう部分もあってで逆に今そういうのがなまた空気お客さんの見方も変わりつつあるんで逆にこれがまあ多分野村の悩んでる部分なんじゃないかなと思うんですけどもでもやっぱこう己のスタイルをこう突き進んでいく姿勢はねすごいかっこいいですね、はい、いやまあねで変わって今度は大志選手と思ったけど、今度は川上選手で変わりましたね川上選手と大志選手の、マッチアップにいや川上さんもねやっぱこうつかみどころないというかもうね10年目を迎えて岡林さんと、まあ、ほぼ同期という感じでやっぱ逆にこう大日本のいわゆるパワーハイ体同士のぶつかり合いってよりはまた違うエルボーを中心の違ったスタイルでやっぱ今まで来てなんでしょうね川上さんもある意味野村と一緒でこびないタイプですよね多分なんか己の道を行くみたいな、はい、エルボーじゃないチョップこう胸からぶつかる技じゃなくてもう肘とチョップっていうこの辺はかなりまあほんと一人だけ色が違うというかやっぱ黒パンツでもないですしね
大日本はこう黒パンツ、まあ、岡林さんと関本さんのこうイメージが強いんで、逆にこうエナメルの華やかなコスチュームで、逆にこう花があるっていう、逆に大日本では珍しいというか、もちろんね、皆さんが花がないってわけじゃないですけど、なんかこう他の団体なんだろう、大日本っぽくないなんか花のタイプというか、いやこのチョップはねかなり痛い、もうかなり痛いっす。上谷さんのチョップはね本当に赤くなるし、皮膚に効くタイプのチョップでございますね。あ、まあ川上パイセンはね、まあ、ナルシストとっていう、でもやっぱレスラー、まあレスラーに限らないですけど、まあ、それはお笑い芸人だったりミュージシャンだったり、まあモデルさんとかもそうだけど、やっぱ自分に合うって大事なことだと思うんですよね。やっぱまあ、リング上にいる自分と、まあ、別のお客さんとして見た自分が、じゃそのリング上にいる自分をかっこいいと思えるかっていう、これがやっぱ大事なんで、まあ、自分に酔うっていう意味ではやっぱね、いや必要な要素でございます。はい、川上さんはそういう部分は本当に、だからこそやっぱこう服装も、普段のプライベートの服装も本当にしっかりしてるし、やっぱうちの選手ってみんなジャージだったり、ヨレヨレのジーパンだったり短パンとか、正直ね営業だったり食事会だったりでも割と汚らしい格好に行く選手多いんですよ。正直そういう意味では川上さん本当にちゃんとした服着るし、本当にプロ意識というか、そういう部分は本当に、本当にそれはね、本当に冗談抜きで大事です。はい、だから僕もね、いやー本当に服装はね、ちょっと最近結婚してどうにかなんとか、ちょっとマシになったんですね。でもそれでもまあやっぱこう自分をよく見せる、それは大事ですから。自分がこのこいつ格好悪いなって、自分が見てこいつ格好悪いなって思う状態で人前立っちゃダメですから。はい、あ、そう、イノセントスナイパー野村くん、僕もまあ僕がプロレス大日本の選手じゃなくて、一時プロレスファンとして見た中で、やっぱストロング BJ の一押しはやっぱ野村ですよね。やっぱ個人的ですから、プロレスファンとして見たら、まあ僕もやっぱこう割となんかお友達同士でワイワイガヤガヤが苦手なタイプだから、結構こういう孤独な感じの、ね、選手が結構好きなんですよね、個人的には。いや、このねキレのある関節も素晴らしい。蹴りがね本当に重いし、キレもあるし、シャープな蹴りですね。やっぱこう多分前に比べて体もねでかくなって、多分前はいわゆる格闘家っぽい体型というかあったんですけど、逆にこの辺はスタイルは変えずに、体はまあプロレスラーチックな、まあ、昔の有形の、まあ、選手に似てる、似たような、まあ、体型というか、まあ、キックボクサーとかだとやっぱこうもっとシュッとしてたりするんですけど、やっぱプロレス、まあ、格闘系のプロレスラーみたいな体型、はい、になんかこう近くなってきたのかなっていう。野村はどうなんだろう、陰キャとは、でもね野村陰キャとはまた違うタイプだと思うんですよね。うん、なんかなんだろう、まあ僕もね野村はそんな会話しないから、野村も結構人見知りとあんま会話しない方だし、僕もそんな会話しない方なんで、だからあんまりね相入れれることはないんだけど、うん、なんだろうね。いやあ、この打撃もね、やっぱこのねビンタは本当にもう若手の時から全然ね衰えない、キレのある、いや打撃は、彼の打撃は素晴らしい。アルゼンチン、いやかなり絞り上げますね。お、首を取った。なんで前の野村じゃね、多分ここでこうスリッパーに行くってことは多分できなかったでしょうから、逆にこう逆に若手っていう若手だった空気は、お客さんからの空気は、まあ見られる空気は変わったかもしれないですけど、逆に野村も変わってるんで、そこはいわゆる、まあ、もともとキックボクシングとかの素養があったけど、それを逆にプロレスにうまくフィードバックしつつあるけど、そこはさすがに小林さんのパワーにはかなわなかった。うん、無理やりね戻しましたね。
素晴らしい。そうなんです。強引。やっぱね、こうやっぱ、まあ、格闘技だとまあね、階級制でまあ2キロ、ボクシングだと2キロぐらいか、1. 何キロ刻みで、総合でももう5、6キロ刻みで離れてるから、だからこう、プロレスの体重差はね、本当に他のスポーツではない、異常ですよ、ね、まあ、逆にそれがね、面白い、無差別級の面白いところではあるんですけど、まあ、そんだけ体重が、もう体重が1キロ違う、5キロ違う、10キロ違う、ましてはこん20キロぐらい違うかな。20キロ違ったらもう本当に、うん、本当に全然違う。そう、クロちゃんが勝ったし、はい、アルゼンチンブリーカー打診、はい、ということでした。第4試合でした。これはアウトの曲か。これはオリジナルでございますね。そうですね、はい、これは大丈夫なんで、はい、ニコプロさんでも、はい、もう使っていただいて、まだ僕が2つ目のサントラぐらいあ、そうだ、確かこの曲は、ワウトーの知り合いのファントムエクスカリバーさんっていうバンドがありまして、そのバンドの方が特別に作ってくれた曲で、はい、もともとあった曲をもうウトーのためにバージョンも丸々ラック丸々ラちっちゃいツックさんに引っかかんないように別バージョンでウト選手にこう作ってくれたっていう、はい、確かね、聞くとも多分そんな感じで、あの別全然違う方なんですけど、オリジナルで、はい、だサントラに入るか入るかな、これはあれかな、これはあれのやつだ、はい、これは小錦さんが、まあ、浜さんが、まあ、小錦さんとねやっぱ親交ありますんで、はい、はい、それで、まあ、使う許可は得たんだけども、まあじゃね、あのなんとかラックさんに、まあ、その辺には多分登録してるんで、まあ、中継とかこういったのには DVD とかには使えないっていう、はい、この辺はね大人の事情が、やっぱ存在しますんで、はい、この辺はややこしいところでございますが、はい、あセコンドは小林軍団じゃないですか、ここは小林軍団、小林先生が、はい、最近ねこう小林軍団チェアをなんかウトが使ってなんか持ってくるんですよね。でもこうなんか椅子、オリジナル椅子っていうのはあったんですけど、でもオリジナル椅子大日本で使ったのは多分、まあ、他の、まあ、昔は遡れば分かんないですけど、最近だと僕がドラのね、青と白の、近代なんだろう、近未来ロボットのカラーリングの椅子を使ってたんですよ、はい、なんかそれがまあ最近使わなくなったと思ったら、ユトが小林軍団椅子なんて作って、はい、まあ、僕は小林軍団の T シャツ入ったんですけど、正直小林軍団自体がもう正直曖昧な軍団というか、はい、結構小林さんが入っ こいつは小林軍団だっつったら小林軍団だし、で僕はまあ割とまあ別に軍団かなと思ってたんですけど、でも別にあの小林軍団の完成会にはそんなに全然行かない。前はね、独身自体は小林さんに近所住んでたんで、たまにあの帰りに一緒に帰ってご飯とか、まあ、一々でたまにもらうとか、まあ、ご飯させていただくことあったんですけど、特にね結婚してから付き合いがかなり悪くなってですね、やっぱどうしてもやっぱそれはまだみんなそうですよね。でも結婚するとねどうしても付き合いはね悪くなっちゃいますから、はい、まあ、軍団なのか心の中なんだろう、いやまあリング上では僕は小林軍団でございません、チミドルブラザーズ、はい、で今度は菊田と、浜選手、はい、あもうね本当に細い、まあヘビー級の中では割と小柄な菊田と、うん、スーパーヘビー、ウルトラヘビー、もうなんだ何ヘビーだっていうぐらいのもう浜選手、まあね、まあ、菊田もこう空手技に変わってから逆にこうある意味ちょっと殻を破ったというか、結構ねお客さんの評価も割と上がってきたなっていう印象がありますよね。まあもともと菊田空手やってた
のをあんまり出してなかったって、まあ、キックは使ってたけど、なんかあんまりそういうのをお客さんにアピールしてなかったって部分が あって、特にこう空手着をつけることでこの人空手やってたなんてみんなわかるようになったし、確か彼ね、インターバイとか普通に行ってんですよね、高校時代。伝統、まあ、いわゆる交代連空手なんで、極真とは別の。割と肩とか、割と、まあ、打撃の、割と、なんだろう、顔面より下の打撃が中心の、まあ、極真なんですけど、伝統空手の場合は寸止めなんで、まあ、蹴りは当ててよかった。確か蹴りは当ててよかったのかな、確か。突きはいいのかな。僕も空手やってたんですけど、まあ、いわゆる交代連ルール、伝統派空手の。だ極真は直に当てるから、打撃の重さっていう面では極真が、多分あると。まあ、打撃の重さっていうのは極真の方があるんですけど、逆に伝統派空手は、まあ、ポイント制なんで、打撃のキレとか、まあ、綺麗な打撃を、キレのある打撃っていう面では伝統派空手の方が多分上じゃないかなと思います。はい。僕実はね、僕も空手やってたんだ。沖縄出身ですから、琉球空手ですから、はい、琉球空手はいわゆる伝統派空手と多分ルール的には、まあ、流派にもよるんですけど、まあ、割とその高体連とか中体連とかの、まあルールの空手、はい、T です。 T、 そうそう、 T、 琉球空手 T なんで、多分僕がやってた空手と菊田がやってた空手は多分同じような感じだと思います、おそらく。肩とかをね、肩とかしっかりやるタイプですね。いやー、なんでね、こう、まあね、逆にこう、自分のバックボーンをうまく、はい、出すっていう、まあ、本当に大事というか、はい。まあちょっとでもやっぱどうしてもね、体重は軽いんで、捕まる展開。あ、確かに、荒研さんに似てますね、菊田は。通信空手バルモン。琉球空手、確かに通信空手です。なんか通信空手やってたっていう漫画とかであるんですけど、確かに普通に空手やってたより通信空手だとだいぶ弱そうというか、むしろ空手やってない人より弱そうですね、通信空手。あ、通信空手の人に怒られるか。そもそも通信空手っていうのが実際に実在するんであろうかっていう。あら、じゃあ空手家が、はい、今、なんだ、空手家が力士に潰されてしまいました。幕内だっけ、幕内に、はい、空手家が幕内に今殺殺されてしまいましたが、いやー、ね、こんだけ肉がねあればこう効くんであろうかみたいな思うんですけど、こんだけサンドバッグみたいなね本当に状態ですから。さあ、ここは、小林軍団の、きっとウッドウェジスト入ってきました。まあ、ウッドウは、まあ、ウッドウと菊田は若干、まあ、キャリア僕の上先輩っぽいんですけど、まあ、ほぼ同期ですね、彼らは。割と、まあ、入門とかちょっと僕は早かった、デビューも早いんですけど、まあ、ほぼ同期みたいなもんですから。そうそうそう。で、菊田は、あ、じゃないです、ウッドウは、まあ、多分皆さん知ってると思うんですけど、まあ、プロレスリング支援でのキャリアもあって、正直一回もリセットしてる、彼の中でリセットして大日本に入ってきた部分があって、やっぱでも他の団体、他の選手だと、まあ支援からはまたいろんな支援所属で大日本で、大日本の大阪大会とか、支援所属の方も上がったりしてるんで、まあ、リセットしたとは言っても、やっぱ彼が何年かな、5、6年だったかな、5年ぐらい、やっぱこうプロレスをお客さんの前でプロレスラーとしてやってたっていう部分のことはもう消えない、消えないというか、その部分は絶対残ってるんで、彼もう本当にある意味彼はね、まあ同期というか、プロレスの技術的キャリアの部分では僕よりもあるよねっていう感じはするんで、本当に後輩なんですけど、あんまね、なんか後輩っていう感じは僕の中でなくて、まあこうプロレスの話してても、まあ本人には本人にはね、そういうことはあんまり言いたくないし、言ったことないけど、なんか僕の中では割と先輩みたいな、同期に近いけど、なんか先輩みたいな部分で見てる部分はありますね、ウトウに関しては。結構ウトウ、逆にほぼ同期、まあ後輩だから、こう、やっぱザックバーに喋るから、
いろいろ話すんですけど、やっぱ同その他の同期とか後輩と喋るよりもやっぱ宇藤のなんか言ってることはあちょっと参考にしとこうとか結構ね思って聞いてたりします。本人には言わないし、これを僕が言ってたとかあんま言わないでほしいんですけど恥ずかしいんで。だ僕結構ね宇藤から技術を盗んでたりとか、で逆に一番身近にいる技術を盗める人みたいな。そうそう、そう先輩からわざわざ技術を聞いたり聞いたり見たり盗むより、まあ同期とかの方が、まあ、そういう話をしやすいから、結構ね彼からはいろいろ盗んでますね。いろいろ実は話とか結構聞いたことは割とあそうなんだとかあります。言ってる間に、今度は聞くと、はい、いや強烈なナックアウェイ、ナックアウェイだっけ、ありがとうと、あエルボーがナックアウェイだったかな確か。あ入っちゃった入っちゃった入っちゃった。いやこのね中野さんの身長高身長から繰り出されるありがとうかな、上から振り下ろすありがとう強烈ですからね。はい、そうなんですよ。あれ、エルボーだっけあれ、ごめんなさい、なんか全然見てなかった。あいや今、ラリアットですね、多分ラリアットですね、確かに。なるほど、まあ、この同期タッグですね、この2人、まあ、さっき、ウトを聞くとも、まあ、同期タッグだけど、まあ、浜中野上タッグも、まあ、同期タッグですね。この2人もまあ全日本時代からのもう道場、もう道場に住んでお互い同じ期間にあの練習した道場住んでたですよね多分この2人は。2人浜さん中根さんもそうだし、宇藤菊田も第4道場で同じ時期に住み込んで、で今休憩か、弟子様、まあ、休憩はどのくらい、まあ、V 切り取ってあるかわかんないですけど、まあ休憩はまあいいや。休憩解説するとこある、あれ皆さんなんかあるかな。逆に今休憩のこと触れても、あ加藤はだいぶテンション低いな。あの多分パリピとこの若手2人をの対比がね多分面白いと思います。まあね大地さんはねなんか大地さんなんかすごい、なんかすごい、そうなんですよ。そうなんですよ、何か、そうなんです、教えるよかったですよね、この日。まあ人によってね、まあ、教えるタイムが教えるタイム楽しい意味っていう人もいるけども、まあやっぱ教える苦手って人もどうしてもいると思いますんで、まあね教える苦手の方には僕もなんとなく僕は割と察するタイプなんで、あ多分兄貴はね、兄貴星野さんはあんま全然そういう空気読めない人なんで、はいはい、全然この人変わあちょっとっていう感じを察しないでだいぶ押すんで、はい、僕は押し売りじゃなくておすすめしてるだけです、はい、この人はあいいですって言われたらあじゃあっつって、そうじゃないですか、やっぱね、やっぱ売店に来て買いに来るかっていうのはね、やっぱこう嫌な思いして帰る、まあ、せっかくプロレス見に来て嫌な思いして返すわけにはいかないですから、はい、まず挑戦者伊藤律選手お願いいたします。挑戦者はギリギリまで、そうなんですよ、ギリギリまで言ってましたね。で、まあ、調印式に、まあ、調印式もねこの日はあったんですけど、まあ、調印式も見つつあの、ねまあ、試合今休憩時間なんで、まあ、もし、まあ、私に、質問とかあれば、はい、この時間よかったら拾いやすいんで、比較的拾いやすいんで、はい、いや僕別に絶妙にね推しに弱い人見極めてるわけではないですよ、別にあのなんだろう、ただこの多分買いたいんだなって方にはお願いしますって言うんですけど、あ別にちょっとあ今日はちょっと本当に買うつもりないかって、やっぱそう、そこはね顔にそこはやっぱお互い大人ですから、はい、いや、いらないからどっか行けとはお客さんも言わないですし、僕もなんだよ買え、あ、なんだろう、僕もあの無理やりお願いします買ってくださいっていうわけにもいかないですからね、はい、質問、今後のデスマッチB挑戦が目標ですか、あ今年は、いや今年じゃないです、あのずっとです、ずっと今年だけじゃなくて、
でもね、今年はね、なんかなんだろう、いける気がする、去年よりもさらになんか近づいてきたような気がする。ラムズ参戦は今後も続けますか？はい、続けます。まあ、はい、呼ばれなくても、まあ、とりあえず新木場、1.30 新木場はカードは組むって言わせたんで、はい、もちろんダムズのベルトもね、狙ってます。はい、で差し入れ何がもらったら嬉しいですか？これはね、やっぱ、まあ、もちろんお菓子、割と差し入れに多いのはお菓子なんですけど、まあもちろんお菓子も嬉しいんですけど、割と嬉しいのは、もういただくので嬉しいのは、まあプロテインとか、食べ物系だとプロテインとか、あとまあ、僕やっぱイカ好きなんで、イカはやっぱ低カロリー、僕割と僕太りやすいんで、お菓子ですね、ちょっとお菓子気をつけてたりするんで、割とイカとかヘルシーな食べ物がすごい嬉しいです。はい、あとはまあ食べ物以外だと、まあ、はい、皆さん大人なのでなんとなくさせていただければ、はい、僕皆さんがもらって嬉しいものは僕がもらっても嬉しいです。はい、はい、いろんなね、いろいろ大人ですから、やっぱ必要なもんいっぱいありますから。はい、でコメントはもうとりあえずハテナマークのコメントで拾えるのは拾いたいかな。引きまずいコメントは、はい、ちょっと空気の読まない質問はちゃんとあれですけど、もうない、もう見た感じないので、差し入れ、あ、間違えた、ダムズのベルト、あ、さっき言ったか、狙ってます。で、伊藤さんの濡れタオルは痛いですか？痛いです、痛いです。多分ね、これ家庭でできるんで、ぜひ、はい、ぜひ奥さんとかに行ったら奥さんに芝居てもらって、はいね、目指すは火災、なんだろう、目指すっていうのはただ戦うっていうことなのか、存在になりたいのかっていうか、どっちなんだろう。まずはでも今、それはもう、まあ、メディア通しても会場とも言ってたように、まず葛西潤の前に立って、葛西潤とまずシングルを今目指しているというか、はい、はい、まあ、それだけです、今の時点で僕が言えるのは。葛西、はい、の首を、はい、一番痛かった競技、なんだろうガジェット、ガジェットも痛いけど、地味にラダーとかに肘をぶつけるのがかなり残って痛い、翌日に引くタイプ、翌日でも響くタイプ。お酒はね、僕あんまり飲めることは飲めるけど、正直そんな飲まないですね。よくイベントとかお食事会で飲むぐらいで、家ではほぼ飲まないかな。飲むこともあるけど、あんまりない、飲まない。正直お酒あんまり、飲み歩くとか全然、プライベート飲み歩きとかはもう一切ないタイプですね。なんか居酒屋とか行っても、飲まない、もう普通にご飯メインみたいな感じなんで、はい。で、イカ、燻製とか当たり目とか、あとよっちゃんイカが好きですね。もうスルメイカとかもそうだけど、はい、まあね、皆さん多分会見のことは多分会場で見たり、シュープロモバイルさんでいろいろあると思うんで、はい、とりあえずそこに後で、はい、後で取れます、多分。で、ジャックとミエドはどう？僕、ミエド選手と組んだことはあって、昨年のダムズ2回出て、ちょっとパッとしなくて、すぐ出なくなったっていう、はい、もう負けたし、2回出たんですけど、2回とも負けたし、まあ、正直あんまりインパクトも残せなくて、その時はもうすごく終わったんですけど、その時は。で、その時ジャック選手と当たって、やっぱパワーがすごいし、本当に僕の体を本当に自由自在にコントロールして投げたり、もう投げたり、ぶん投げたり、決めてきたりとか。多分技術プロレスの技術っていう面ではかなり、技術っていう面でもすごい選手ですね。もちろん試合ももちろんすごいんですけど、割とお客さんに見えない部分の、お客さんの見えない部分での実力っていうのもすごいですね。だからやはりこうダムズにずっと出てて、ずっと日本にいて、こういうポジションにいるってことはそういうことなんですね。ジャックさんがすごい、ジャック選手がすごいっていうのは、はい、もちろんジャック選手ともでやりたいです、はい、多分今だったら結構、ね、ジャック選手ともすごい試合ができる気がおそらくします。スルメ好きです、はい、
目指すは葛西の、超えるってことじゃないの多分目指す、あ、さっきの目指すっていう方のあれの続きかな。そうですね、はい、超える、もちろん超えるってことですね。それはもちろん勝つってことは超えるってことでしょ。それはね、まあもちろん勝っても、まあその人気だとかカリスマ性だとかもちろんそれもあるしけど、まあね、まあ、もちろんすぐにねできる、勝つこと以上に逆にあの存在になるっていうのは、勝つよりもまた例えば僕の状況が流れて一斉に桜コールが他団体とかどの団体にも限らず桜の曲が流れる、桜コールが起こる、多分そんな存在になるには多分時間がかかるとは思います。はい、多分これ言ってる意味は多分葛西ファンの方、多分葛西純ファンの方は言ってる意味分かると思うんですけど、ああいう存在、ああいう風に存在になるのは時間分かるけど、僕はなりたいというかなる。よし、こんな感じです。で、好きな女性芸能人、僕女性芸能人あんまよく分かんなくて、はい、あの女優さんでよければ、はい、佐山愛です。はい、佐山愛、はい、そう、佐山愛いいですよね、はい、僕もう僕の一番鉄板は、はい、あの DMMM さんでも、はい、結構ちゃんと課金してちゃんとお金を払って X ビデオとかで無料でやるなんて見るなんてそういうことはおっしゃる。佐山愛さん、蛍光灯は、うん、蛍光灯は痛い、あと便利、光るし。今年の目標は、なんだろう、まあ、結果を出す、ベルトを取るっていうのもそうだけど、佐久田俊之はこういうデスマッチをするよねとか、佐久田俊之って人と違うよねみたいな、そういう佐久田の世界観を、佐久田のデスマッチの世界観をもっと確立させて出していきたい。はい、だこの前の12月25の試合見た方いると思うんですけど、あの感じのテイストをもっと広めていきたい。佐久田はそういう危ない人っていうのをね、はい、認識してもらいたいし、海外で試合したいです。あ、そうそう、今ね名前変わったんですよ、 DMM さん。多分エロまあいろいろね、他の投資関係とかいろんな DMM さん、あのそれこそネットサロンとかいろんなあの事業をやってるんで、多分あのエロ動画の DMM って思われると、多分ちょっと他のビジネスにちょっと影響が出るから、多分名前をそこだけ動画サイトだけ名前を変えたんだと思います。確かそんな感じだったはずです。好きな漫画なんなら、いっぱいあるし、その時その時で一番好きだって漫画変わるんですけど、なんだろうな、割とでも変わったのはアフロ田中とか好きですね。アフロ田中も高校の時より逆に、今なんだっけ、今状況アフロだったか、さよならさらばだっけ、高校の時って割とみんな同じような生活スタイルじゃないですか。だけど逆にこう状況から中退か状況だったか、さよならアフロ、名前なんだっけ、なんか田中の人生が割と僕結構近いなと思って、割とこう不安不安してるじゃないですか、あのしっかりとした会社にサラリーマンになってって感じじゃなくて、割と田中ってそんな感じの感じじゃないですか、フリーターになって沖縄行ってブラブラしたりとか。だから割と逆に田中がこう成長して大人の辺になっていく方が、割と僕も今なんかリンクというか似てて、なんか不安としてる感じが、はい、なんかもうその場その日暮らしじゃないけど、もうちょっと結婚もするから、でもなんか割と高校の時より今の方がなんか共感できる漫画の内容に。三枝の方が年下です。確か1個上か1個下かだったと、1個下だったかな、はい、メキシコデビューが早いからね、はい、先輩ではあるんだけどデビュー早いですね、若いのに結構。いつチミドロを裏切るの、いやそんなね、そんなチミドロにはね、やっぱ本当に感謝してますから、はい、そんだけ、はい、それ以上はいかない。ユキドラゴンさん、あ、はい、ユキドラゴンさん、やっぱこう関わりもあるし、特に僕割とユキドラゴンにやっぱあの高校の時からの、このあのダチっていいのかな、分かんないけど、高校の時から割と仲良かったやつが今ユキドラゴンでマスクマンしてて、はい、あのヒージャーキット、
松選手っていう人がいるんですけど、結構高校の時から割と仲良くて、はい、ギリギリまでコメント拾いたいところですが、試合が始まりましたんで、では、試合に集中したいと思います。はい、先ほど入場したのが、藤田実選手、谷口選手。谷口さんはデスマッチやるのは本当に珍しいというか、確か 1.2 でもやって 1.4 で、多分小林さん欠場の多分関係で、まあ多分今回カードに入ったデスマッチ、久々のデスマッチで、こちら、最上級ゴールデンバタフライ最上級と、北天使沼澤邪気、なんかお互い金髪ですね。でもやっぱこう若い金髪と藤田実さんみたいな、もう40近いのかな、40超えてる、逆に40近い金髪では、40近い金髪の方がなんかこう貫禄というか、もう普通の生き方してるんじゃねえぞ、じゃねえよ俺はみたいな、そういう感じをねなんかします。普通40過ぎて金髪でロン毛なんてできないじゃないですか、普通に生きてれば。これ本当になんだろう、やっぱこう人と違う生き方をして覚悟みたいな、そういう部分をね、はい、そんな話だっていうことなんですけど、言ってる間に谷口選手が捕まってしまいましたが、やっぱこう普段デスマッチやんない人からすると、こう有刺鉄線の痛みっていうのはねかなりしんどいです。やっぱ有刺鉄線ボードってやっぱ地味に思われがちだし、正直まあそれは僕ら云々っていう、なんだろう、正直なんか大事にあんまされてない、なんか かわいそうなデスマッチアイテムだなっていう。もちろん有刺鉄線ボードに人の心があるなら、多分きっと彼は泣いてるんだと思います。はい、前半戦で、はい、なんかたまに第一試合から有刺鉄線ボードを組まれて、なんで俺はもっとメインとかで疲れたいみたいな、多分有刺鉄線ボード君はそう思ってると思うんですよね。はい、でもやっぱ有刺鉄線ってもう痛いですよ、やっぱ単純に。本当に蛍光灯も痛いですけど、こう針がな結構長いですよね、かなりもう突き刺さるし引っかかるわで、ね、本当に今でこそ見慣れてるかもしんないけど、まあ、今はねやっぱどうしてもちょっと有刺鉄線ボード少し軽く見られがちなんで、まあゆくゆくは僕もね有刺鉄線ボードをもうちょいフューチャーするというか、もうちょい有刺鉄線ボードが日の目を見るデスマッチっていうのをやりたいなっていう、僕がもっと技量が上がって実力もついて、で第4プレスでのなんか決定権というか、なんかね、なんかいろいろねできたら、いろいろ僕が上に行ったらもっとそういうことを、はい、やっぱねアイテムはね、まあ、アイテムの話をすると、まあアイテムに頼るなみたいな結構言う人いるし、なレスリングがあってこそのデスマッチだっていうのもあるけど、それもちろんそれはそうなんだけど、でもアイテムないとデスマッチじゃないじゃないですか。だって別にみんなデスマッチで狂気になんか突っ込んだり、狂気でぶん殴るのが見たいからデスマッチ見てるわけでしょ、うん、なんでやっぱ僕は狂気を、やっぱ狂気がなんだろう、もちろん選手が主役っていうことは変わらないけど、なんかデスマッチアイテムをないがしろにするデスマッチは僕はしたくないなと思います。もちろんレスリングは技術はあるのは大前提、それのができるのは大前提だけど、なんだろうな、レスリングはできるけど、レスリングがメインな試合、メインなんだろうな、でもやっぱアイテムが試合の中心に来てほしい、なんだろうな、だからせっかくアイテムがあるんだったらね、アイテムをもっと大事にしたい私は、はい、そう。デスマッチアイテムをないがしろにする、ね、デスマッチはしたくないです。僕はデスマッチがしたくて入っているデスマッチでプロレスになってるから、デスマッチアイテムあっての作田敏行のプロレスなんで、はい、狂気あっての、作田のプロレスです。はい、まあ、本当に狂気は友達です。はい、ということで、最上級相手に、
まあ、谷口さんが捕まってる展開。まあね、モガキューはもう、まあ、しれっとデスマッチ戦線に入ってタックリーグにもエントリーして、今でもこのあんまフルでデスマッチやるわけではないんだけど、まあ、同世代ですし、とこうデスマッチのと僕が入って、僕の後にデスマッチやってきたのはウトモガミ、この2人だからやっぱ意識はしてるんですよね、正直。とか1回しか、まあ分隊で1回やっただけで、まだ やってたか上野でやったか。でもあんまりまだ多分お互い 100% のデスマッチ、なんだろう、お互い出し切れたデスマッチっていうのはまだできてないんで、ただ正直、まあ彼がどういう、彼とあと、まあ彼の所属してる海援隊道場さん、あと大日本プロレスがどういうふうに考えてるか分かんないですけど、まあ、彼とはまた本当にここ何年何十年、まあ何十年単位でデスマッチができる、そういうね、まあ相手になれればすごい嬉しいなと思いますけど、僕なんでしょうね。でもやっぱこう、僕もその普段の海援隊さんの試合、ちょっとあんまりあの映像とか、海援隊さんはちょっとあんまりあの侍さんとかがあんまり見る機会が少なくて、そこまであの存じ上げてはなかったんですけど、やっぱ彼は割と本当にテクニシャンな感じですかね、割と。まあこうヒールユニット入ってるからインサイドワークも多分長けてると思いますし、で 彼はこれは公表してんのかな、公表してなくてもまあそれは皆さん知ってるけど、学生プロレスやってたんで、公表しなくてもどうせ知ってると思うんで、まあ、学生プロレスで割と、なんだっけ名前、なんだっけな、あ、そうそうそう、スパンキングストンですよね。あ、そうだそうだ、スパンキングストン、これもう、まあいいか、ね、ニコプロだから、皆さんも、やっぱもうマニアの集うニコニコプロレスチャンネルですから。で、僕、彼の試合一回見たことあるんですよね、あの、学生時代の。あの、学プロサミットだったかな。で、その時は割と、その時見た段階でも、なんか学生プロレスなのになんか結構、あれなんか落ち着いて、すごい、なんか、あ、すごい、なんか上手いなっていうイメージ。で、また海援隊に入って、まあ、しっかり練習で期間を終えて、また細かい部分とか、どんどん変わっていってると思うし。で、なんかデスマッチとかアードが好きだったらしくて、もう情報しか仕入れてないんですけど、なんか学生プロレス、なんか日大さんのなんか試合で、なんかそういうデスマッチチックな試合をしてたらしいですね、なんか。はい。まあ割と、これいろんな人見てるから逆にもうこういう話をしたかったんですけど、正直いわゆるアマチュアプロレスってカテゴリーの人たちが、やっぱデスマッチでやってるじゃないですか。うん、結構ね、プロレスマニアの方は皆さん知ってると思うんですけど、いわゆる学生プロレスだったり社会人プロレスでデスマッチをやってたりするし、やっぱ激しい試合をしてるらしいんですけど、なんだろうね。ちょ、それはそれですごいし、けど、逆に別に僕はそれで、なんだデスマッチ舐めんじゃねえよとか、別に僕はあんま思わないですね、正直。別に。もうそれでとか舐めんじゃねえみたいに言う人もいるけど、逆に別に、ああ、なんか逆にそんぐらいの、そんなにデスマッチ好きなんだなって。ああ、逆にありがたい。逆に僕らに憧れてくれてるんだなって、勝手に思ってるんで、向こうはどうか知らんけど。勝手にそう思ってるんで、別に逆に嬉しいし、ああ、そうなんだって思うし。逆にそっから、じゃあちゃんと体を作ってですよ。で、入って荷物テスト受けて、デスマッチ入ったら目指したいっていう人がいれば全然僕はいいと思うけど。だって別に、ダメんじゃねえよとも、まあ、なんだろう、別にこれで、別に見たところで、別に僕らよりすごいとは思わない、うん、と思うんですよね、正直。それはちょっと、なんか上から見せるの申し訳ないですけど。別にそこは別に彼らがじゃあ無料の試合とかでデスマッチをやってるから、じゃあ僕らの試合見なくてじゃあそっちでいいやみたいな、そうはなんないという自信があるんで、そういう自信があるから別に彼らに対して目くじらを立てるつもりはないし、はい、なんか別になんだ、そこからプロにいい選手が出てきて、ダニオンに入ってくれたらいいなって、僕は思ってます。はい。僕も割と、デスマッチ好きですし、プロレス大好きでプロレスごっことはしてたんで、
だからまあ気持ちはわかるしね、はい、ちょっと真似したいじゃないですか。ちょっとみんな普通にプロレスごっこしたいんだ、知ったことあると思うんで、あれと特に年配のファンの方、でもそれだったらデスマッチ見て真似したいって思うのは自然のことですから、はい、さあ言ってる間に発射が出たけど、ムーブ、おーおーおお、これあれですね、いつもの試合でも結構こういう感じの動きあるんですけど、発射っつって、でもまあ逆にそこに輸出ボードがあるんで、いやー一瞬でしたね、一瞬の切り返し。ここはデスマッチをねずっとやってる、長年やってるね、やっぱこの辺はまあキャリア的には谷口さんがあるけど、やっぱ沼田さんが長いことやってますから、その差が出たからっていう、はい、ね、今は、沼田選手の、かっこいい入場曲が流れてますが、多分これもねケニー関係で どんな感じになってるのか分かんないけど、多分ダメっぽいんで止まってますが、もうこの曲で固定なんですかね。固定ではあるんですけど、なんかこの曲もなんか誰かが作ったらしい、作ったというか知り合いのバンドさんの曲なんですけど、多分これはなんか通してる、ダサく通してるっぽいんで、多分構想関係は多分本人はいいって言ってるけどって感じだと思います、はい、大丈夫ですよ、辞職だけで、まあデスマッチ勝率は低いのはまあ仕方ない、これは、コンクリートロックと鉄階段ですかね、はい、この日デスマッチがねいっぱいあったんですよね、星野選手、関根選手対、チミドルブラザーズですね、はい、みんなの兄貴、大日本の兄貴、星野勘九郎、関根龍一、大デスマッチ人口が多い国はどこか、多分アメリカじゃないですかね、多分アメリカだと思います、人もプロレスやってる人口も多いし、今代表の入門テストは、まあ厳しいと、他の結構他のだったらいろいろあるけど割と厳しい部類じゃないですかね、多分特に今だと比較的大きい人が欲しいらしいです。あ、もちろん小さい人が入れないってわけじゃないです、僕が入ってるから、はい、けど比較的今ちょっと大きい人求めてる感じらしいけど、でもデスマッチ志望だとまたちょっと可能性が広がるかもしれないです、ね、うん、デスマッチもやってもデスマッチもやりたいみたいな感じのスタンスだと、もしかしたらちょっとまたあの審査基準が変わるのかな、わかんない。植木孝之、マットポリス、こちらでデスマッチ、デスマッチチャンピオン、エルボーイこと、高橋正、まあ、我々、チミドルブラザーズなんで、はい、まあ、この2人同門でございます。よいしょ、まあ、この試合は、まあ、G-SHOCKコンクリートブロックと、鉄階段を使ったデスマッチでございますね、はい、いやこの2人は本当に落ち着きがない先輩なんですけど、なんかこうすごいなんか落ち着きのない2人ですかね、はい、似てますね、でもなんか星野さんと逆に関根さんなんかタッグ合うんじゃないかな、もしかしたら個人的にですけど、でまあ対する高橋さんはやっぱ落ち着いてるイメージですよね、やっぱこう田尻さんと田尻さんからまあプロレスを教わってやっぱどういうことを習ったんだろうとかやっぱ思いながらね見てたりしますからね、本当結構お客さんに見えない部分での凄さというか実力みたいなのを本当に持ってる人ですね、やっぱこうなんだろう、やっぱこういろんなネット社会になっていろんなプロレスが見れて、まあ、海外のプロレスも見れたりとかする時代にはなったけど、やっぱ結局はレスラーにしか分かんない技術ってまああるんですよね、やっぱ実際組み合って戦わないと分かんない技術とか実力とかあると思うんですけど、やっぱそういう部分で高橋さんはやっぱそういうのがあるからこそやっぱこう、ああこうやって実績を残してこうまあ、ベルトねチャンピオンとしてこう
ね、ベルトを奪ってこういう選手になってるんだなっていう部分があります。植木選手、植木さんのこういう勢いとか表現力とか本当にこういう部分はね、またこれはそれで本当にすごいなと思うし、さっき加藤の時も話したけど、やっぱこうお客さんに対お客さんの部分で本当に秀でてるタイプですよね、植木さんって。本当になんか植木さんもなんかこう主人公タイプだなっていう感じはします。まあ、体型的に、体型とか見た目はなんかちょっと割となんかちょっと主人公の敵みたいな感じの見た目ではあるんですけど、なんかこうなんかなんだろう、みんなが植木さんがいるとみんなが植木さんに目が行くというか、君のブラザーズもなんかもう正直植木さんのためのユニットみたいな部分がある、それは言い過ぎ、まあそんな部分があるんで、まあそうそう、こち亀の量産的な、そうそうそう、なんかね憎めない部分があったり、なんか結構いろいろやらかすじゃないですか。はい、なんだっけ、割とリングの見えない部分でやらかしがあったり、ね、近いところでは、近くはない、去年だったかな、ね、某、サイバーなんとかかんとか企業さんの番組でなんかね、いろいろ起こしましたけど、そういう部分も含めて、なんかレスラーらしいし、なんかそういうことあっても、なんか別に、なんか植木さんならしょうがないし、逆になんだろう、みんながこう植木さんにし、注目するというか、そういう部分は多分それ天性のもんなんだろうなと思います。見た目的にはねちょっと陰キャ感はあるけど、でも本当クラスの中心になるような面白いやつみたいな勝手なイメージです。植木さんが実際学生時代クラスのカーストでどこにいたかわかんないですけど、多分割と人気者タイプなんじゃないですかね。まあ実際違かったらわかんないですけど、実際ド陰キャだったらあれですけど、なんかイメージ的に星野さんは陰キャですね。確実に星野さんは陰キャです。聞いたことないし、学生時代の話は聞いたことないけど、陰キャだと思いますね。多分陰キャ率では多分僕より多分、まあそういうこと、30年ぐらい前のね、30年ぐらい前に多分学生だと思うんですけど、今でもそれを引きずってる感はありますね。はい、宮本さんとの試合を見るとなんとなく学生時代はこういう感じだったんじゃないかなっていうのがなんか想像ついちゃいます。どうなんですかね。でもなんか団体のエースになれるかどうかっていう、それは別にそれはやっぱ強いやつがなんだろう、やっぱ強いやつがエースになるべきだから、それは別に誰がなるとかなんないとか、それはもうあと10年経たないと分かんないことだと思うんで、僕はどう、いや私はどうだろう、ね、自分でエースに僕はなれませんなんてそれ言わないけど、それはなるつもりでもちろんいますけど、で植木さんは植木さんでなんかエースになったとしたら、本当にこうなんかピープルズチャンピオンで、なんか本当に老若男女じゃないけど、そういう人に慕われる、なんかほっとけないみたいな、そういうタイプの、なんかこう中心に来るタイプだと思うんですよね、植木さんって。なんか物事の中心に来る感じのタイプ、もちろんそれをなるためには多分埋めなきゃいけない部分はあると思うんですよね、そりゃ。はい、実力で僕が例えばエースになる、なる目指すってなったら何が足りないかな。やっぱ身長が多分低いっていうのは結構致命的なハンデだったりするじゃんと思うんですよね。エースって、まあ、身長が高い人は、まあ、いますけど、身長が高いエースと、あとまあ中肉中背の方が多いと思うんですよね。多分極端に体格のでかい巨人みたいなタイプのエースってそんなにあんまりいないじゃないですか。でちょっと身長が高いかなぐらいのエースはよく、それこそ伊藤さんはまさにそんな感じだけど、で割と中肉中背というか、今だとプロレスラー全体が割とそんなに身長が大きいからどうとかなくなってるので、割と中肉中背の、ああこれはね、あ
アースホールブレイカーですよ、まさに。そうそうそう。なんだろう。だから身長を、まあ、植木さんも補わないといけない部分もあるし、僕も身長、まあ、今パッと出てくるのは身長が低いんで、それを補うカリスマ性みたいなのをやっぱ身につけなきゃいけないし、高橋さんは高橋さんで多分、まあ、なんだろうね、でもやっぱ見た目は割とどうしてもちょっと悪役感漂ってるかっていう部分はあるんで、多分そういうのもあるのかなとか、あとこういう時に椅子が壊れないっていう運も大事ですか、運ってた運もね、プロレスにおいて大事だし、いざアイテム組んだ時に椅子が曲がってるっていう、あでもこの日そうだ、この日かな、 1.4 もと 1.5 椅子ボロボロすぎて、僕も 1.5 の試合で大事なところで椅子が崩れるっていう、それはずっと僕はセットが、なんだろうね、それは運に近いかもしれない。いやでも人相悪いのはでも段作田段って誰が見てもそうじゃないですか、それはね。やっぱ客観的にレスラーですから客観的に見なきゃいけないんで、正直別に高橋さんがイケメンっていう人は多分いないと思うね、多分イケメンというか、まあ整った顔だね、なんだろう、整った顔だねとは高橋さん見て言わないです。もしそれを本人に言ったら多分バカにしてるって思われ、絶対バカにしてるっていう思いですで、ね、だと思うんで、で逆とか、あと植木さんに向かって例えばいい体ですねとかかっこいい体ですねって言ったら、それはそれでちょっと皮肉っぽいじゃないですか。それは別にもう植木さんバカにしてるとかじゃなくて、本当に客観的にシビアに見てですよ、はい、かなりあのシビアに見て、まああんまりそういう、まあもちろん筋トレはトレーニングもちゃんとしてますけど、植木さんでもこのいわゆる見た目、あの身体能力とかそういう向上させるトレーニングとかやちゃんとやってるし、基礎体力もちゃんとやってるけど、いわゆるボディービル的なトレーニングだったり、筋肥大でこう見た目の迫力だったり腕を太くするとか、まあ体のキレ云々のだと多分ちょっと多分植木さん的にはもうちょいやりたい、もうちょいやんなきゃなみたいな多分思いがあると思うんで、そうっす。いや高橋イケメンマサヤってね、あの完全に皮肉ですよ、はい、でも別にじゃあプロレス団体のエースの人がじゃあみんなすごい整ってジャニーズみたいな顔かってたらそうじゃないじゃないですか、一切、うん、そのみんなカリスマ性がなんだろうね、カリスマ性がある人はってまあいろいっぱいいるけど、やっぱみんな違うんで、はい、ハイブリッドボディですねは確かに、ハイブリッドボディはなんかかなりなんだろう、どっちとも取れる言い方ですよね、確かに太ってても筋肉が肩太りみたいな人でもハイブリッド、イメージ的にはプロレスファン的なイメージはまあファンクラスっぽい体型なんでしょうけど、うん、そうそう、いや棚橋さんはイケメンですよ、いや棚橋さんはイケメンです、そうそう、美男美女の基準は100年後で変わりますから、はい、このブロックはね地味にやっぱ硬い系のアイテム苦手ですね、個人的には。憎たらしい星野さんのこの憎たらしい、いや星野さんの打撃ってねやっぱ痛いんですよね、やっぱもうそこはムエタイ元キックボクサーですからね、星野さんも結構バックボーン、あーなんかこういうことや、これは見ましょう、会場音も見ましょう、会場音で、もう終わったかな、もう終わったかな、はい、まあバックボーン野球だろうって言っても多分野球やってなかったんじゃないですかね、野球が好きなのはあるんですけど、多分野球なんかもともとキックボクシングやってて、多分皆さん知らない人多いと思うんですけど、実はキックボクサーでプロまで行ったんですよ、プロのライセンスも持ってて、
確か今はで、まあ名前、当時名前が違うのかな。確か MA? 確か MA キックだったか、全日本キックだったか、どっかそこの辺のプロライセンスを持ってて、で、その大会とか出てたらしくて、そうなんですよ。はい。で、アマチュア、まあ、プロライセンス取る前のアマチュアの試合で、これはもうびっくりすると思うんですけど、これいいのかな?もう本人が言ってるかわかんないですけど、マサトさん、またマサトさんとアマチュア時代に戦って引き分けたことがあるという、はい、らしいですよ。はい。だからそういうバックボーン、多分野村、さっき野村より多分全然実績はありますね、多分。だからやっぱりキック引退して。プロレスターザン後藤一派でリングアナやってデビューするまで、まあ、どんぐらいブランクがあるかは分かんないですけど、でもまあ単純にキックボクシングの実績だったら多分星野さんの方が全然ありますね。プロライセンス持って実際プロの興行出てるんで、はい、そうです。兄貴幻想はね、いや僕もねやっぱ兄貴幻想ありますよ。この人はちょっと違います。ちょっと超越して超人なんで、いや星野さん本当にプロレスラーですよ。タフだし、だってバス運転して巡業で、でデスマッチもやって、で練習も休まず、もうすげえするし、なんか本当この人は本当すごい、本当に尊敬する人なんですよね。でもなんかでもなんだろう、本当にこの人はすごい。で今のねこんなことを毎回やってね、口も壊れないし、本当すごいと思う。いや僕の中で星野さんのね、もっと星野さんのもう全部を出し切った試合みたいな、そういうデスマッチで戦ってみたいなっていう。あなんかこれやばくない？これやばい、これやばい、やばい、やばい、やばい。顔面にブロックをセットして、これは本当に重たいハンマーですね。本当に岩とかある。うわーうわわ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 わ、これは返せないですよ。カット入らないと本当に。うわうわ、これ地味に危ないブロックの上で、我々はね、我々は殺し合いをしてるんじゃないっては言いますけど、デスマッチですから、はい、まあ、そのね、危ないことは日常茶飯事ですから。いやー、これも返せないでしょうね。ジャックハマー。片橋さんのジャックハマーも、僕が入団して僕は練習生の頃とか割とデスマッチで、まあ、デスマッチやってたんですけど、高橋さんの時から。でジャックアーマー返されることがあったと思うんですよね。多分ジャックアーマーはキックアウトされることがあったんですけど、今はないですね。一回もないですね。決まって多分返されたことは確か、まあ、そういうフィニッシュホールドが、ね、欲しいですね。いやまあ僕もファイヤーバードは、もうファイヤーバード出したらファイアワードを返されたことはないし、出せば勝てるぐらいの自信はあるんですけど、まあ、出すとこまで持っていけないから、そうそう、出すとこまで持っていくためにはもうまた実力がね、やっぱ、うん、そこは必要なんだろうけど、ファイアワードを出せばもうこれは勝率 100% ぐらいの自信を持ってる技でございます。今度は蛍光灯、こちらついに来ましたね。ファイトクラブプロ、ファイトクラブプロから、リッキー・シェイン・ペイジ、ドリュー・パーカー、はい、イギリスからって言ってるんですけど、まあリッキー・シェイン・ペイジ、略して RSP と呼びますが、RSP はアメリカですね。で、出生というか、出身は確かアメリカだったはずです。で、
主戦場もファイトクラブプロも出てはいるんですが、比較的 CGW にも結構出てて、CGW のまあ TOD トーナメントオブデスを制覇してるぐらいなんで、ベルトは巻いてたかはちょっと定かではないんですけど、まあ、ファイトクラブプロのレギュラーなのかなではあるけども、 CGW の多分レギュラーって言ってもいいんじゃないですかね、おそらく。確かこのその辺はアメリカから入ってくる情報は多分全てではないので、もしかしたら違うところもあるかもしれないですけど、まあ、TOD の確か、今年じゃなく去年じゃなくて一昨年だったかな、違う、2018が、去年で、去年が誰だっけ、去年誰だったかな、去年がちょっと誰か忘れて、確か一昨年が2017年が確かジミーハボックが優勝してて、2016かな、2016が、ドリーパーカーが優勝ですね確か。でこれがうちのニコ生チャンネルの、まあ、早速傾向と、これが日本流のやり方、いや日本流のやり方ではないんですよ別に、別に日本でもね多分クレラバぐらいですよ、こんな初っ端から稽古とかやってバンク取るのって、まあ、2016年 TOD 優勝、確か決勝でマット・トレモントを破っての確か優勝だったと思います。さあ早速でもお互い稽古、あドリュー・パーカーは一発で吹っ飛んだんだけど RSP は吹っ飛ばなかったですね、だから RSP は稽古と稽古とのロープの方は食らわなかったから、さすがこんだけでかいからね、2メートルぐらいかな、確か2メートル以上あって、体重も多分何キロだ、150以上あるんじゃないかな、めちゃくちゃでかかったですよ。デスマッチファイターでこんなでかかったのは本当に日本だと石川修司選手ぐらいじゃないかな、まあ、この試合はすごい盛り上がってたなっていう印象はあります。そうですよね、稽古刀バンバン使っててメインあんのにもうバンバン使うっていう、もそうです、 RSP はね本当に多分世界のプロレスでも馴染みというか、多分デスマイギリスのよりはもう全世界で多分ビッグネームって言ってもいいのかな。あーすげえ綺麗、ドリューはねなんかもう体重がこう、まあ、軽いのもあるけど本当キレのある空中殺法がすげえ、しかもイケメンだし、だから本当ね近くで見たら本当顔かっこいいしスタイルいいし、まあ、割とリング降りたら割とナイスガイって、まあ、みんなそうだったんですけどね、それはあのファイトクラブでなんかいい男みたいな感じでしたね、かっこいいし、多分キャリア的にはちょっと浅いんで、多分もっとその部分がそれこそ日本に留学生みたいなねしたらいいんじゃないかとか思うんですけどね、まあ、食事とかが、まあ、また日本だと違うかもしれないから大変かもしれないけど、日本に住み込んでダリオン道場とか住み込んでプロレスとか習って体とかもでかくしたら多分すごいことなんじゃないのかなっていう、あそうそう、トリプレアとかいそうですね、こういうタイプ、なんかハードコアできてなんか空中戦できる人ってやっぱトリプレア多いんですよね、それこそエクストリームタイガーとか多分、あとジャック・エヴァンスもハードコアやってたからデスマッチ系やってて、まあ今いわゆるルチャアンダーグラウンドもまあ同じ系列なんで、まあ、同じなんですけど割と多いですよね、確かそういうハードコア系のハイフライヤーだからね、僕もなんかねこうメキシコなりまあアメリカなりのこう空中、まあ、ハイフライヤーのデスマッチハイフライヤーみたいな人とはちょっと一線を交えてみたいな、今回もドリューパーカーとは当たったけどあんまりがっつりは当たってなかったんで、ちょっとシングルとかゆくゆくはできたらな、まあ、日本にまた来るんだったらやってみたいなっていうのがありますね、うん、まあこうハイフライデスマッチファイターっていうのは割とこうデスマッチオンリーなデスマッチメインの団体にはあんまりないかな、なんか両方やるよみたいな、たまにデスマッチあるよみたいな、例えばまあトリプレアとかまあ代表格ですよね、トリプレアとかまあルチアンダーグラウンドは、
まあ、基本普通の試合がメインだけど、まあ、ビッグマッチャーとか たまにデスマッチあるんですけど、割とあの辺はハイフライ系のデスマッチファイター多くて、あ、落ちた、まあ、試合も見つつ僕 あの完全な打線トークをさせていただくんですけど、まあ、ドリューパーカーも割とこういうハイフライのデスマッチで、もうファイトクラブプロは僕も正直情報があまりないんですけど、まあ、アメリカだと、まあ、ハイフライ系だと、まあ、結構僕が注目してる人が G レイバー選手っていう、まあ、スキンヘッドの人がいるんですけど、 G レイバー選手とか、あとラッキー13とか、はい、あの辺とかが運動神経いいけどデスマッチもうがっつりやるみたいな。あとは今やってるのかな、今 CG とか デスマッチ系のをメインにやってるか分かんないけど、 AR フォックスっていう昔ドラゲーに一時期出てた、なんか留学生みたいなやってた人が今ルチャアンダグラン、あ、ルチャアンダグラウンドでデスマッチみたいなことやってるし、多分 CG でも結構がっつりなデスマッチやってて、多分第4とかに比べたら多分頻度は全然少ないし、うん、月1とかでもないと思うんですけど、まあやってて、だから単純に試合だけでやっぱ映像で見て、あ、すげえなと思って、いろいろ、あ、でも真似できそうなことはしたいなと思って、まあ運動神経がね、まあ、僕もまあこう運動神経がいいみたいなこと言われますが、全然そうでもなくて、実際飛び技とかね、うん、もっと本当にすごい、世界にはすごい人がいるなっていう、まあ本当に彼もそうですけど、ドリオもやっぱあのファイヤーバードのフォームを見たらね、いや、これはすげえなと思いましたね、うん、イケメンだし、しかもあのなんか日本人が血だらけになってるのに比べたら、なんかアメリカ人がこう血だ、まあ欧米人かな、欧米人っていうか、まあそういう白人さんが血だらけになってる方がなんか怖いっていうか、なんかその彼らの情報があんまりないからっていうのもあるけど、なんか怖く感じますよね。血が入るっていうのもあるから、餅つきですね、これがジャパニーズニューイヤーイベントみたいな、うん、まあね、ドリューにも、まあ、日本の餅つきっていうのはこういうことなのかっていう、はい、日本の文化に触れたんではないでしょうか、うん、あ、まさにね、異文化交流ですよ、デスマッチ。まあね、この、まあ、このね、まあ、日本対イギリスってあって、まあ、血は流れてますけど、まあね、いい血がいい血ですから、ね、悪い血が流れてるわけではないんで、あの悲しい血が流れてるわけではないんで、まあね、国と国での戦いで、ね、大きい国と国との戦いで、まあ、あ、これすごい、これはね、まあ、いわゆる相手の胸の高さまで膝を抱えてジャンプして踏みつける、だドロップキックってよりはフットスタンプに近い、まあ、これ多分新日本 あの石森選手がもうやったのは多分同じようなフォームでやってるんですけど、これ相当な多分瞬発力というかジャンプ力がないとできない、これすごいですよ、これすごい、こんなでかいのにこんな器用に蹴れるっていう、めちゃくちゃすごいですね。この人も多分運動神経はいいんだと思います。本当にでかいけど器用なんですよね、まあ、でかくて器用みたいな人はやっぱアメリカンインディーには結構いるイメージというか、まあ、多分有名というか代表どころだと WWE のあれかな、ケビン・オーエンズかな、ケビン・オーエンズとかに近いタイプだと思います。だから体でかいけどいろいろとできるタイプ、デスマッチ系ではどうなんだろう、まあアメリカはこう大きいデスマッチファイター多いけど、多分その中でもこうファイトクラブの代表、ね、レギュラー出てて TOD も出てるぐらいだから、多分本当にアメリカのデスマッチ界で本当にトップって言ってもいい、まあ、イギリスのデスマッチのトップってよりはアメリカのデスマッチのトップっていう風に言ってもいいと思います。多分これが、うん、でもこの辺もね、でもチームワークではやっぱ、うん、この2人はね、本当に日本を代表するデスマッチファイターですからね、やっぱこう武田選手、
まさし武田っていうね、この名前は本当に世界中のプロレスフリークに知られてる本当に名前ですけど、まあ、こう 1.4、まあの前後ってこう海外からのまあプロレスマニアの方がまあやっぱりいっぱい来られるんですけど、まあその中でもこうやっぱ武田さん本当に名前が通ってるというか、まあ、結構ね人気の、海外の方からも人気のある、やっぱ映像とかはやっぱね、まあ違法で見てるのか合法的に見てるのかもうその辺は海外の方なんでまあ目をつぶりますが、まあその辺そういう意味で割と結構ね情報は言ってるらしいんで、まあそうなんですよ、気づいたらどんどんなくなっていくっていう、そう世界のトレーナーで、あのそのまあ、まあこの年末年始のあの会場を完全に来られてた外国人の方からあのプロレス、まあ、プロレスサイト、まあ、俺はやってるんだみたいなそういう人がいて、まあそのまあ、ニュースサイトみたいな、まあまあ、メディアをやってる方がいて、まあ、その方にこうインタビューしてもらったっていう経緯があるんですけど、やっぱそのサイトでもやっぱ武田さんを絶賛するような記事がいっぱいあって、でこう日本の、まあ、インディープロレスという日本のデスマッチ中心にこう取材して、まあ、掲載しているブログというかメディアだったんですけど、まあ、それに僕も取り上げていただいて、まあ、多分ツイッターの方で、リンクとかリツイートしてリンクを上げてるのでよかったらはい、Google 翻訳で、あ、これやばい、これはもう衝撃シーンでございますね。日本でやったのはもう初めてですね、おそらくとも絶対初。ここね、DVD でミサイル DDT 綺麗、まあ、日本でやったのはアメリカの DVD でなんかこれやってるの見て、あすげえと思って衝撃だったんですけど、生では見れなかったけど、はい、結構かなりお客さん、あこれすごいですよ、これはねこれめっちゃかっこいいですよ、ね、アシスト式でムーンサルトはよく見るんですけど、こっからファイヤーワードを初めて見ましたね。これ僕映像でも見たことなくて、いやいい男ドリューパーカー血だらけにね、お映えますよねやっぱね、汗も滴るいい男というかもう血も滴るいい男っていうわけでございますが、おおこれ綺麗なんですよ、あ綺麗だけど着地した、着地できるってすごいですね。でドリューパーカーがすごいのがなんか肘当てをしないっていう、まあ、それジミーもそうだったんですけど、なんか海外の方って肘当てしない方、手袋すらしてないからですよね、あ手袋してないか、手首にテーピング巻いてるだけで肘にも手のひらにも何もサポーターをしないっていう、いやこう肘ってのが地味にダメージのある部分なんで、これはした方がいいと思います。逆にこうしなきゃなんか上 T シャツ脱いでる脱いでないで特技あるあるないはよくそういう論争はあるんですけど、まあ、素ではやっぱこうまあ予期せぬアクシデントとかまあ肘とか手は予期せぬアクシデントもあるし、やっぱこう勝負論という意味では上脱ぐのはまだいいけど、多分手のひらとか肘を出すのはちょっと多分、まあ 勝つのが、まあ、勝つのが、まあ、我々も勝つためにやってるわけなんで、その辺は別にその辺はやっといた方がいい気がしますね。特にやっぱ日本は特にデスマッチ連戦が多いですから、うわーいいわすごい、これの量が多い、いやめちゃくちゃ激しい試合、雑、まあ、まあ、いわゆる愛がないデスマッチ、愛がないデスマッチ、まあ、愛などいらぬっていうね、はい、あ、そうだ、これはね、気まずい曲というか、まあ、ロッキンポ殺しなんで、はい、多分、ダメなやつ、いやー、でもこの試合はね、ほんと激しい稽古とバンバン使う、まあ、まあ好きか嫌いかはね置いといて、別にすごい試合でした、はい、
はい、全部使っちゃうって珍しいっすね。そうなんですよ、セミっすからね、全部使うし、青箱からも出してて、あの追加したんですよ途中で、はい、まさかこれはね、まあやっぱこう気合、まあ、海外の選手でこう気合が入ってたっていうのはあるんでしょうけど、まあ本当に激しい試合に、激しすぎる試合になったか、うん、まあでも紳士ですねやっぱ、はい、やっぱ勝った後に握手っていうのはイギリスなんで、あれ、あーなんかお互いにスラムを掛け合っておりますね、まあ、その辺は多分余裕だ、まあ余裕だったんでしょうね多分、まあお互いにこういうことできるほど、まあちょっと余裕がまだあったっていう意味では、まあやっぱクレラバが1枚も2枚もまあ上だったですかね、はい、デスマッチキングです。でまあ蛍光灯はやや片付いた状態での TLC プラス持ち込みっていう、正直ね、まああんだけ蛍光灯バンバン使った後にちょっとやりづらいっていう空気はあったんですけども、はい、まあ、今お年玉と書いてあった僕の持ち込み競技が安全ピンボール、セーフティーピンですね、はい、はい、これは蛍光灯の槍、蛍光灯で作られてますね。これは結構宮本選手の定番アイテムでかいで、今流れて、今は、ジミー・ハップ選手が入場してきましたね。これ競技持ち込みっていう風にはまあなリリースされてたんですけど、やっぱこう、まあ、どうしても海外の選手なんでやっぱ情報が入ってこないし、やっぱ思い伝わってないから多分持ってこないだろうなと思ってたんですよね。この時まではこの時とかもうこの時の時点ではこの時の時点で、あ、なんだあれ、あ、なんかまあ用意できなかったから持ってこなかったのかなぐらい思ったんですけど、まあ試合を見ればまあわかると思うんで、はい、まあ、パンクな、ただやっぱこうジミー・アーボック選手は一番人気があったなっていう、本当にジミーが出てきた時の歓声は特に海外の方からの歓声がすごくて、まあね、こうイギリスのプロレス界では本当にビッグネームって言ってもいいんじゃないでしょうかね。フォロワー、ツイッターのフォロワーとか1万1点何万とかいて、で現地ではあのウィル・オスプレイと交渉してたりとか、あとザック・セイバーと、ザック・セイバーと親交が深かったり、ザック、まあ、とやる、まあ、試合もやり合ってたりとか、技術的なもんも割と、まあ、それはイギリスのこうブリティッシュスタイルというか、まあ、試合見れば分かると思いますが、こう、まあ、いわゆる腕を取ってそういった攻防が結構上手い選手ではありましたね。まあ、見る感じ背の細いんですけど、やっぱこうテクニシャンみたいな、はい、やっぱこう色気のあるタイプですよね、はい、カリスマ性のある選手、で、まあ、やっぱこう海外インディーの選手なんで、やっぱこう日本のプロレスは影響を受けてるっていう感じは感じがしますね。そうそうそう、初っ端から飛ばす、そうそうそう、あ、やばい飛んできたと思って行ったら結構いいエルボーを食らいましたね。まあでもまあいいやと思って一回リングに伊藤選手が入ったんで、まあ、行こうと思って、あー、これの辺地味うまい、多分さっきのデスマッチに比べたら派手さは多分そんなないと思うんですよね、正直この試合って。うん、正直派手さはないし、けど多分もっと細かい部分のなんか面白さとかアイテムの使い方とかそういう部分を見てほしいなって思ってやってた試合ではあります、はい、まあ、それがいい悪い良かったか悪いかあったかそれはお客さん次第っていうことで、はい、まあ、その辺は言葉を濁したいとは思いますけども、はい、市内は本当に痛いです。なんかみんなどうなんだろう、まあ世代的に分かんないですけど、割と20年、30年ぐらい前のぐらいまでとかはやっぱなんか
生徒指導の先生が竹刀持ってたりとか、部活の顧問の先生が竹刀持ってたりとかって、やっぱ10年ぐらい前までは全然あったのかな、多分あったと思うんで、僕も割とギリあったかなぐらいの世代で、まあ僕はなんか一部はそういう先生いて、ギリギリ問題になり始めたぐらいの世代だったんですけど、やっぱ竹刀持ってる先生って結構多かった、日本だとやっぱ多いと思うんですよね、多かったと思うんで、だから結構お客さんでも学生時代ちょっと叩かれたことある経験は、まあね、剣道やってなくてもまああるかもしれないですね、やっぱ、はい、まあ、体罰の代表格というか、はい、これがね、これが地味に痛いんですよ、竹刀が折れる、まあ、今ね、こう竹刀折れるまで殴るっていうのは本当にプロレス会場でしかできないんじゃない、プロレス会場かもうえぐいブラック企業とかでしかできないんじゃないですかね、多分少なくとも教育現場では、そう、教育現場では無理じゃないですかね、本当にもう絶対すぐ問題になるし、やっぱそれはもうダメだと思います、僕は、やっぱ僕もゆとり教育なんで、それはダメですね、それはもう殴って教えるんじゃ、それはギリ戦、まあ指導の先生の技量が低いし、そう、これね、ザック・セイバー選手がよくやってて、あ、見たことあると思って、見たことあるっていうか、まあ、やられてるんですけど、あ、そうそう、先生から次第で叩かれた世代、最後の世代です、いくつぐらいだろう、僕よりやや上ぐらいじゃないかな、じゃあ、これがね、何すんだろうと思って、引っ張られるわ、なんだろうと思って、なんか急にボディ足掴まれて、うわ、これもう地味、これかなりインパクトあったでしょうね、試合で、もう僕も痛かったんですけど、まあ、正直そのちょっと静けさ、まあ割と静かな展開が多かった中で、急にこれでなんかちょっとスイッチが、お客さんのスイッチも入ったような感じはあったかなと思います、はい、まあ、とりあえず僕が一方的に、そうだ、これ僕自分の試合なんだよね、そうなんです、今自分の試合だったんですけど、なんかもうさっきと同じトーンで、なんか なんだろう、一ファンとしても俯瞰で見てましたね、もう完全に、そうだ、これは自分だ、気づいたら自分の試合、そういや自分の試合だったと思って、俯瞰で見てたけど、俯瞰で見るっていうのはやっぱこう大事なの、やっぱこうエンターテインメントでこう人前に出て表現してる人にとって、こう俯瞰で見るっていうのはかなり大事なことで、逆にこう俯瞰で見る癖がついちゃってる部分があって、僕ライブとかたまにライブとか見に行ったりするんですけど、ちょっとたまに俯瞰で見てふっと座りに帰る時があって、アーティストがあれ今これはちょっと疲れてるなとか、逆にこれはお客さんにこういう反応をさせたいからこういうパフォーマンス、こういう仕草をしたのかなとか、ちょっとそういうの考えちゃって、あ、この発球からのパチンはちょっと盛り上がった気がします、まあこういうまあ俯瞰でまあ今日見ていこうかなと思うけど、やっぱ俯瞰で見るのはね、やっぱ自分のダメなところを見れるってことなんで、やっぱちょっと胃が痛くなる部分もあるっていう、はい、で宮本選手が入ってきました、やっぱこうラダーの王道な使い方ですね、本当にこれはもう ECW の頃からあるような本当にクラシカルっていいのかな、まあ、プロレスでクラシックっつったら本当にどちらかと思ったら80年代とか70年代後半のなんか NWA とか、まあ、映像あるかあんまり残ってないけど、まあああいう NWA だっけとかの NWA とかの映像がなんかクラシックとかクラシカルみたいに言われるけど、もう ECW とかももうクラシックですよね、もう何十年も経ってるから、ある意味もうクラシックなデスマッチっていう、デスマッチ自体が昔は新しかったけど、もうデスマッチのクラシックなデスマッチっていう表現をしても別におかしくないぐらい、もう今2010年代ですか、2019年だから
もう ECW ももうクラシックなんですよね我々、まあ、僕の年齢、まあ、28歳のプロレスラーからしたらで今 DDT から、伊藤選手が出てきました、こちらは1.14、あさってかしあさっての試合で、高橋正也さんの、ベルトにディスマッチ TV のベルトに、挑戦します。まあね、ここで負けるわけにはこの時点ではもう超意識もやってましたし、まあまあね、この時点で負けるわけにはいかないっていうそういう感じですよ。まあね、こうね、こう簡単にこうフィッてムーンサルトをやるけど、まあムーンサルトは本当に強烈なね技ですから、まあ、そうなんですよ、この900ほぼ100キロぐらいなんで、あでもマスターズでデスマッチあれも近いなっていうのは確かに、まあ、大仁田さんはちょっとマスターズとかあの辺からちょっと一歩引いてる感はあるんですけど、でももうそれこそ伊藤さんとか小林さんがもうマスターズっていう言われるぐらいの年齢になったら、そういうレジェンド的な集まりの興行とかあったらそういうところでデスマッチするんですかね、もしかしたら。まあ多分小じかさんですかね。まあいやでもあの人も75?6 かな、今年76になるんじゃないですかね。だって後いわゆる後期高齢者ですもんね、もう完全に後期高齢者が流血して暴れてるのもね第4プロレスだけですから、うん、ああこれが地味に痛い、下のラダーに膝と肘をぶつける、はい、試合が、はい、蛍光灯の欠けがまだそうですね、結構てかかなり残ってますね。まだ最初の攻防でもね、バンプ取ってリング上に寝た時点で結構体切れましたね、はい、だそもそも今回体切れるアイテムってほぼないんですよ、あの槍以外は。なのにもう背中とか切れてるんで、これはね痛い、ただただ痛い。でこの時に打った肘がまだちょっと痛い。でこの愛のないフットスタンプ、どうなんだろう、会長は年金もらってんのかな。なあもうだろう、ちょっとメヌピーどうなんだろう、働いてれば年金もらえる。あこれがなんだっけ、ペーパーカッター。痛いよもう、これほんと痛かった、もうめっちゃ痛かった。多分傷自体はちょっと深くは切れないんですよ。まあ、まあ紙なんで深くは切れないんですけど、やっぱその時の痛みというか皮膚に来る痛みというかがかなり、うん、かなりしんどい、まあ、やってこれ切ったことある人結構多いと思うんで。そうなんですよ。でこれが珍しく成功、連携が成功しました。ロスイックス逆打ちですね。会長僕のは割と得意技、あとこう全体重をもうこう体格差をこう確認どうにか補える技でもありますから、これが着座式スワントーン、スワンダイブスワントーン。まあね、相手によってはこれで3つカウント取れることもあるんですけど、まあやっぱね、まあ地味ハボクですから、やっぱそう簡単にはね、こんなんでは勝てない、はい。まあ、まあこれがセーフティーピン、安全ピン。だってこうで地味ハボクってこうパンクっぽいでなんかこう安全ピン合うんですよね。だから本当はもっと安全ピンの耳でもぶっ刺して安全ピンピアスでもしてやろうかなと思ったんですけど、ちょっとそれはできなかった。でやっと TLC のまあラダーらしい攻防を唯一、はい、高さを使った攻防を。そう、安全ピンは安全ではありません。だって安全ピンって名前を付けた人がもうセンス、なんで
なん何が安全でそんな安全ピンなんてねつけたんだっていう。だってあれちょっと止めがついてるからかもしれないけど、あこれ痛いです、ね、口。特にこの時期は乾燥してるじゃないですか。で乾燥してるから結構横切れ、結構の横割とひび入ってて切れやすくなってて痛いですよ。だからもっとリップとかちゃんと塗っとけばよかったですね。ここな冬はね乾燥しがちですから。まあこれはもうラダーテーブルのテーブルらしい使い方。これは本当こういうのは僕がやりたいところだったと思う。ピンボード。結構強烈ですね。お年玉帰ってきた。お年玉がそう帰ってきた。自分であげたと思ったらね。こんなお年玉でももう帰ってこなくていいっすよ。僕も27か8になったんで、もうお年玉もらうじゃなくてあげる年齢になって、ちょっと来週ぐらいにちょっと地元帰るんですけど、帰省するんですけど、もう一個にお年玉をねあげなきゃいけないんで、こんな安全ピンじゃなくてちゃんとしたポチ袋に入れた、はい、お年玉をあげたいと思います。あそうこれ昇竜拳、日本好きなんですよね昇竜拳。これ自分で持ってきた凶器をね、この これはレインメーカー、いわゆるこれでもう、ね、これは返せなかったですね。やっぱレインメーカーはすごい話題ですね。やっぱこう日本のプロレス界のトップ、もう頂点の人がフィニッシュホールドにしてる技ですから、やっぱそんな強烈な、なんて若いおじさんって言っても28だから普通ですよ結構、うん、お父さんでも全然おかしくない実は。でそう足だからレインメーカーで、アシッドレインメーカーっていう、まあ、正式名称がだから足、まあ、三世雨の雨らしいですね。で彼は金の雨ではなくて三世雨の雨を降らせるっていうみたいな、そういうあの通り名がついてるらしくて、あの現地ではだから彼が通ったところにはまあ三世雨が降るらしいんですけど、金の雨ならまあ分かるんですけど、三世雨っていうのはどういう例えなんでしょうね。なんだろう、だ彼が来たところにはもう本当に枯れ地になるとか、だそういう意味合いなのかな。それダメじゃんと思ったんですけどね本当に。いや金が残る落ちるならいいけど、賛成だからってことは、彼がもしもう生き当選出るんだとしたら、彼がもう大日本出て去った後にはもしかしたら大日本がとんでもないことに、大日本にそう、そういうことになってるってことなのか。あのジミーハボックを呼んだことによって、あの莫大な渡航費と宿泊費がかかって、で大日本がとんでもないことになるっていう、それは困りますね、はい。いやまあ何としてでも、まあ、まあ一騎当選で出たいっていうね、この時発言してたんですけど、まあ出て出るにしてもちょっとね、三世雨の雨を降らせるわけにはちょっとね、金の雨を降らすにはいいけど、ちょっと三世雨が降って大日本がねこう枯れ地になってしまうのは困ります、はい。給料がねもらえなくなってしまうんで、まあ多分伊藤さんも多分理解はしてなかったけど、まあニュアンスで、はい、多分まああと会長の宣伝はしたと思います。あそうそう、木が枯れると、そう会長黙っちゃいないっすよ、はい、木を植えようあどっかでやってほしいな、もしまた来るんだったら、アシッドレインメーカー対あの NPO 法人木を植えようの会長、はい、あそれ見たいっすね、それ見たくないですか。あのとりあえずジミーがあのアシッドレインメーカーっていうことを割ともとりあえず3月また帰ってくるんだったら来るんで、それまでにちょっと定着させなきゃいけないんで、はい、三世雨を降らす男、3、2、1、うん、ありがとう普通ありがとうって、まああの外国の方が言いがちなあの発音のありがとうでしたね。いやそうです、普通に締めた。
や3いやまあ大日本に3セーブの雨が降りましたね。でも、はい、まあでもいろんな意味でね3セーブに、まあ、降っちゃうと、あカメラ戻ったか、まあね3セーブが降って、僕が負けて3セーブが、3セーブが降ってしまいましたけども、はい、まあ悔しい。まあどうでしたか、1.4 新競馬大会、皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。はい、どの試合が良かったかベストランと、あこれでも恥ずかしいな、僕 0% とかになってたらすげえ、いや別に1位じゃなくてもいいんだけど、ゼロになってないか怖い。これ自分投稿してもいいですか。はい、あじゃあ僕は自分のところにこちら投稿します。まあ多分なんとなく、なんとなく多分この試合だろうなっていうのは、正直俯瞰で見る言ってたんで、まあなんとなく多分、うん、驚きはしないけど結果見ても、うん、集計中ゼロはない、多分とりあえず見て見た人入れて、うん、あの僕がこの場だけテンション下がらずに帰れるんで、はい、ゼロだとこの場だテンション下がって帰っちゃうんで、まあ、別に1位じゃなくてもいいけど、正直やっぱ、まあ、負けたってのもあるけど、うん、まあちょっといろいろこの興行は、うん、悔しい部分もあったけど、まあそこはあんまり深く語らず、はい、集計はどうですか。じゃあサクタ選手の9で、あじゃあ、アンケート開票、ドン、あありがとうございます。これは多分あれですよ、あれあの僕がこの入れてって言ったから入れたんですみんな優しい、あ 0% いるね。でもあジュニアが、あ意外、ジュニア結構いい試合だったんだけどね、うん、ああ前者面白かったっすよ、もちろん。まあでもクレラバー、まあ2点、まあ2番目のクレラバー、対 RSP トリパーカーの試合はまあもう面白かったっすよ。でもだってその時ツイッターとかで見ても、あ一番いい試合、結構いい試合だ、話題多かったっすもん、はい、うん、まあでもありがたい。まあ今日だけでもこう1位に、僕らの試合を1位にしてくれたっていうのはちょっと本当に感謝、ありがたい。これはもう消せますか、うん、はい、じゃあありがとうございます。明日明後日の告知を、はい、変わりました、はい、これ画面は出ますか、はい、はい、では明日、何があると思いますか皆さん、実はというか大日本プロレス後楽園ホール大会 2days でございます。 2days、1.13後楽園ホール大会と、1.14後楽園ホール大会を、後楽園ホールを 2日連続でやるっていうね、はい、出ますか画面は、はい、どうぞ。こちら、問わず語り、1月13、日曜日、こちら、17時30分、ファンクラブ会場、本会場が17時、45分、開始が、18時、30分でございます。こちらが、まあ、この大コンセプトというか、まあ、ストロングの日、デスマッチの日っていう、まあ、ざっくり言うと分けまあ、そういう感じにカテゴリーされてて、まあ、この日がストロングメインの日で、まあ、全部言った方がいいですか、カードは。一応まあ、注目のカードと見どころを言っていただければ、まあ、注目、まあもうメインカードといえば、まあ、まあ注目のカードとしては、まあそうさっき言ってた僕の割と注目してる野村選手と、阿部選手の、いやこの2人本当に面白いですからね、どの本当に前の、まあ、1回一騎打ちしてるんですけど、大日本でこの時、まあ、試合もまあ割と僕好みの試合というか、まあ本当に、ね、魂揺さぶる試合で、この2人の試合も面白そうですし、吉野さん対田尻、大日本のルーツをたどれば、まあやっぱ田尻選手に行き着きますから、はい、でセミが大日本プレス対ゼロワン、橋本和樹対青木優也対大谷慎次郎、高岩雄一、こちら本当にまあ青木も、橋本選手もやっぱこう昔の新日ジュニアっていうのを結構なんかテーマに置いてて目標にしてる部分があるんで、はい、やっぱこう挑む、この辺はもう見どころのあるカードで、メインが世界タッグ選手権でございますよ、諏訪間対石川修司対、関本大輔岡林雄二組、こちら世界タッグ大日本で行われるのは久々じゃないですかね、まあ、このカードもね、ここ大日本対全日本、はい、この対抗戦モードもありつつ、こうベルトが絡んだ、もう本当にでかい、2人と4人ともでかい、まあ、昔ながら、まあ、大日本のストロング部門が割と、まあ、テーマに置いてるでかい人同士のぶつかり合いっていうのは本当にこう、まあ、対岸するような試合なんでしょうね、はい、まあ、僕の、まあ、あれ、ね、あれとは全然、もう僕はできない試合ですよ、本当に逆に、まあ、でもそれは本当に
まあ、セコンドにつくのか、まあ、会場端で見てるかわかんないですけど、本当に注目して見たいカードだと思います。では14日お願いしてもいいですか。はい、こちら1月14、ビッグジャパンモータルコンバット2019ドラゴンプラット、こちら一般会場17時45分、開始が、18時、30分。こちらまあ僕のカードが、蛍光灯&ガジェットボードタックデスマッチ、武田正史、塚本匠、クレラバ対、佐久田俊之、関根隆一、組の試合でございます。まあこの試合、まあ僕のまあやっぱこう、まあクレラはなんでもう狂った試合が、激しい試合ができると思うし、逆にガジェ蛍光灯とガジェットっていう、まあ蛍光灯はまあ別として、ガジェットはもうデスマッチ第5世代を象徴するアイテムって言ってもいいかと思うし、多分他の上の世代はあんまり使ってないから、逆に我々の世代の独自性が出せるし、逆にこう過激な、まあなんだろう、なんかファミリー、僕はファミリー向けのデスマッチはしたくないし大嫌いなんで、まあ血が出てこそ過激なこと、痛いことしてこそのデスマッチなんで、まあそういうデスマッチが表現できるんじゃないかなっていう、はい、思います。で、僕個人的に注目してるのが、チミドロの植木さんが出る、植木隆之対、宇藤義久、新型狂気持ち込みデスマッチ。まあ、新型ってついてるんで、まあ、僕も割とオリジナルアイテム、結構自信ある方なんですけど、新型ってこの人たち、目打ってるんで、多分なんか僕もわかんないですけど、すごいアイテムが出てくるんじゃないですかね。そこは、まあ、ある意味、この、自分で言ってるってことは、ハードル上げろ、ハードル上げてもいいよってことだと思うんで、正直。ただ、その辺を僕もハードル上げて、注目して、はい、見たいと思いますし、逆にこの近い、植木選手と、植木さんと、宇藤はかなり近い世代なんで、逆にこの彼らにしかできないデスマッチが見れると思います。逆に本当にこれはもうメインと同じぐらい注目して見た方がいいと思います。はい。で、メインが、高橋正也対、伊藤隆二、デスマッチヘビー級選手権観客画鋲持ち込みデスマッチでございます。こちらが、皆さんに今画鋲をね、伊藤さんの20周年にかけて、20万個使うぞっていうことで、今さ皆さんに募集をかけていて、続々と画鋲が集まってるんですが、なんとまあ先ほど、はい、ニコニコプロレスチャンネルの方から、はい、画鋲をいただきました。サムタックジャックのあのサムタックですよ、はい、画鋲。しかもこれ珍しく銀色、なんかおしゃれ、これ普通にかっこいいですね。画鋲が、何個入りだこれ、60か60ですね、 60×3 ですね。おお、すごい、こんなに3つもいただきました。じゃあこっち、はい、いえいえ、ありがとうございます。じゃあこちらをね、じゃあ明日僕は責任を持って会場に持っていきますんで、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。僕の試合ではございませんが、はい、皆さん本当にメインカードなんで、第2本の、まあ、タイトルデスマッチのタイトルマッチなんで、本当に最高峰の、試合が、見れると思います。まあ、もちろん僕の試合をね、いやでもね、注目するのは僕の試合ですから、はい、はい。まあ、まず僕の試合を見て休憩して、休憩かな、多分休憩で前だと思うんですけど、まあ一応まあなんとなく上の試合もすごいと思うんで見てくださいみたいな感じでございます。はい、ということで、何か他に、あ、告知事項なんかありましたっけ。あとは新木場かな、そうだそうだそうだ、はい。ではこちら番、ダイニョンプレスと、海援隊道場さんの、合同興行 D ブレイクでございますね。カードが出ました。こちらメインカードが、関本大輔、岡林雄二対、吉野小太郎、ダイナソー、たくま組の海援隊の、まあ若い、あの恐竜なんだっけ、まあ、恐竜と原始人のタッグ対、はい、ダイナストーンズ、ダイナストーンズ対、はい、もうこれは怪物対怪物ですよ、本当に怪獣、恐竜、原始人対、うん、まあもうモンスター、これはすごい、まあ、まあ割とチャレンジマッチみたいに見られるかもしれないんですけど、まあ僕はこの試合出ないから、まあ逆にね、さっき言ってたけど俯瞰で見ようと思いますんで、はい。あとまあ注目が、チミドロの高橋さん対もがきゅう、もがきゅう、この辺のハードコアマッチもなんかこう若い2人同士のやっぱこう若い先輩にも迎え撃つ試合もいいんですけど、逆にこう同世代の近いキャリアの近い人同士でやる試合って、まあなんかまたさらにちょっと違うものが見れると思うんですよね。多分皆さんもこうプロレス長いことを見てるとなんとなく分かると思うんですけど、やっぱ
逆にこうある意味こうお互いのもう全部出し切るような試合が見れたら、まあハードコアマッチなんでデスマッチではないんでアイテムがないんですけど、逆にこれでモガキューがどんな試合をするか、逆にこう自由に自分を表現した上でどんなことができるかで、多分今後この人がデスマッチでどうなるかかなり問われる試合じゃないですかね。はい、まあ他にも、全5試合あり、全6試合ありますんで、はい、こちらでぜひこちらの方も僕も会場にいますので、はい、ぜひ、来ていただければと思います。はい、ではどうぞということで、じゃあ、はい、あと佐久間選手が出演ですので、そうですね、はい、左手側に、はい、サインペンがございますので、はい、壁にサインをお願いします。これはじゃあこのもうゲストが、はい、もうこんなに想像たるゲストの中に僕が書いて、はい、なんかこうたまにやこの映せない落書きがあるんですけどそれはいいんですかね。まあなんか映りやすいところに書いてる人結構いますよ。そうなんですよ、なんか気まずいちょっと拾っちゃいけないコメントがたまにあるんですけど、じゃあ書いちゃおうかな。じゃあここに書いちゃいます。どこだろう、ストロングハーツの下に。 どこですか、これストロングハーツですか。この辺、そうですね、ストロングハーツですね。うーん、あとあー、じゃあ上に書こう。お上に書こう。千葉でしょ、 海援隊さんでしょ、 DDT さんでしょ、はい、で、その辺がストロングハーツ。あれ、これ6タックっすよね、これ、この人。この人、マオ選手ですね。6タックのチャンピオンの時に来た。あ、違うか、昨日来ましたね。あ、そうだ、はい、まあ、じゃあ、まあ、千葉、カエンタイ DDT 第4で、はい、で、あとビオレント・ジャック選手もその下にあります。あ、本当だ、あ、本当だ、はい、まあ、じゃあ、いい感じに、じゃあ並びで1個ずつ開けて、はい、ね、我々3団体協力してやってるんで、協力して、あの、やらせていただいてるので、じゃあ、こちらに書こうと思います。お願いします。このサインは、まあ、会場で、見たことある人もいると思うんですけど、なんか見たことある顔。日付書いとこう。2019.12 はい、ね、どうぞ。じゃじゃん、はい、これが、佐久田俊之のサインでございます。会場でグッズをお買い上げいただければ、もちろん感しますんで、はい、ぜひ、はい、会場では試合も見て売店の方にも、はい、サイン書くんで来てください。はい、じゃ戻ります。グッズといえば後ろに貼ってあるのは、あ、そうだ、これを、あ、今日もちゃんとサムタックを使ってますね。過量の正しい使い方を今しました。こちら第日本プロレス、まあね、もう今1月ということでカレンダー、絶賛発売中。正直ちょっと遅いぐらいなんですけど、1月も入ってるから。本当は去年の11月ぐらいから売り出してるんですけど、まあまだちょっとまだ残ってますんで、はい、1月に我々は私いますんで、はい、ぜひこちら会場でお買い上げいただければ、ここにサインするんでちゃんと、はい、なんでこちらもぜひお願いしたいと思います。ということで、いいですか、ね、はい、では、じゃあ、そろそろ視聴者の方に、なんか一言は、はい、では、まあ、楽しい時間は、はい、早く、まあ、過ぎ去っていきましたが、皆さん、1.4 新規大会どうでしたか。はい、まあね、まあ僕もこうニコプロさんで、出るの初めてで、はい、ちょっと緊張はしたんですけども、なんか逆にね、こうよそのところだからじゃないですけど、逆になんかこう好きなように逆に気楽にいろいろ喋れて、はい、皆さんも355人で、ね、コメントももう2000件近くのコメントがあって、はい、本当に皆さん見ていただいてありがとうございます。ではね、明日は僕後楽園ホールに第4プロレスの大会ございますんで、はい、会場に試合はないんですけどいます。で、14日は試合です。はい、デスマッチありますんで、はい、でこちらも楽しみにしていただければと思います。では、皆さん、本日は、ご視聴誠にありがとうございました。では、締めの言葉はニコプロとかの締めの言葉は特にないですよね。ないですね、はい、じゃあ、うん、まあ、じゃあ僕が勝手に作ろうかな。じゃあ1,2,3チミドロにしてやるで、チミドロ1,2,3チミドロで締めたいと思います。一応チミドロなんで、一応チミドロブラザー。じゃあ、皆さん本日は、見てくれてありがとうございました。パッ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 。
パッパッパッ。いきます。では、いきますよ、1、2、3、チミドロー。